はい。お願いします。はい、お願いいたします。ますじゃあ、ちょっと画面共有をしながらお話しますね。なんだ、オファーしていただきありがとうございます。はいで。えっと、水谷さんから言われて、まあ、映画のプロデューサーとは何ぞやっていう話をちょっと。 えー、話したいと思うんですけど一個一個細かく話していくと本当にすごい時間になってしまうと思うのでちょっと今日は少なくとも全体のこう触りをお話ししてもしそれで各テーマですごくもっともっと聞きたいっていうことがあればまた違う機会に話せればと思いますが、えー、よろしくお願いします。とまあ今日はどんなことをやるかといいますと、えー、まあこの後僕の自己紹介一応しまして。 でまあ、プロデューサーっていっぱい多分なあのねよくプロデューサー、プロデューサーって映画で言うので、プロデューサーの,その種類ってそもそもどれぐらいあるんだっけみたいなことをちょっとお話ししたいと思います。で、その後には具体的に、じゃあ、そのプロデューサーの仕事って、実際に何やってんのみたいなことを企画してるところから劇場に届けるところまでを、まあ、タイムラインを追って、えー、話していければと思っていますと。 はい、で、まああの、各セクションで質問をがあれば、質問聞きますあの。最後になっちゃうと多分、分あの何質問していいか分からなくなっちゃうと思うので、各セクションごとにしたいと思います。で、は、え、じ、ーまあ、めましての方も多いので、初めまして、えー、っと私、コギトワークスの、まあ、代表取締役もしております、プロデューサーの席です。でえーっとまあ、あの別に僕がどういうい映画をやっ できたかはあのそんなに重要じゃないんですけれどもあの僕はちょっと学生時代全然映画のことをやってなかったんですねあの僕あのあのこれも説明するのはめんどくさいんですけどあの僕ずっと小学校からえっと26歳までずっと馬に乗ってましてあの馬のオリンピック候補あの障害ひえずのオリンピック候補選手でして。 まあその関係で僕、イギリスに行ってたんですね。なので、一切映画のことは勉強せずにですね、あのー、日夜、馬に乗って明け暮れていたという人生だったんですが、えー、と22歳ぐらいからの4年間、イギリスにいて、でそこで、まあ、もちろん学生だったので、お金がそんななかったので、あのー、友達とこう、なんだシェアしてたんですね、フラットシェアをしてて。 でそこであの一緒に住んでたのが今、コギトワークスで一緒に取締役をやっている稲垣清隆という、えー、っと、脚本家とイギリスで出会いました。で、えー、っと、彼が、えー、っと、イギリスで映画のワークショップみたいな大学っていうんですかね、専門学校に通ってたので、それのいわゆる制作、卒業制作とかを手伝ったのが映画のきっかけで、 僕が単純に車を持ってたので学生の中で唯一イギリスでなのでやっぱね撮影って車必要じゃないですか <laughs> なので借り出されて手伝ったことがきっかけで映画界に来ることになりましたで2000年に日本に帰ってからえー、っとなんかあのイギリスでやった短編映画とかをやるのが楽しかったなと思いえー、っと日本で飲み仲間だった先輩たちが <laughs> あのー、実はもう映画界で結構スタッフとして活躍をしていて深作金次さんのバトルロワイヤルとかをやあの制作担当とかでやってらっしゃる方があの僕が、あのー、なんかこう日本で遊んでた時の先輩にいらっしゃってで席帰ってきてまた馬乗んのかみたいな話をされていやいやちょっと映画がみたいな話をしたら。 あのイギリスが楽しかったんですとかって言ったらそれプロデューサーって言うんだよって言われたんです。なので「あじゃあプロデューサーやりたいです」って言ったら「い,いえそんな簡単じゃない」って言われて <laughs> ただ来月から空いてるかって言われて僕何にも決めずに,帰国に日本に帰国してたので「あ空いてます」って言ってじゃあ,あの来月来いって言われて現場に最初に連れて行かれたっていうのが、えー、と今はもう有名な監督になりましたけど雪貞監督が えっと、まだ長編撮ってなかったかなで、短編映画の現場に急に僕連れてかれて、あの先,先輩に指示されたことをやってたので、なんだろうな、機材の名前も、備品の名前すら分かんないというか、あのそんな状態で現場に入りまして、でそこからもう一緒ですねあの、それが2000年の、僕26歳なので、結構、なんだろう。 遅かったんですよねだから僕の先輩たちも実はあの僕よりも年下の方が多くてなんですけど右も左も分からないけど何か言われたことをとにかくあのやっていたらまたその先輩たちから「席来月空いてるか?」とかでっていうのが繰り返して実は今もその状態ですよね。来月空いてるかで今仕事が <laughs> ずっと続いていると言いますか。 あのなので、まあ、映画の現場ってフリーランスっていうことが、まあ、基本的に多いんですけれども、それを基本としているんですが、えー、そうすると毎月毎月空いてるかって言われて、まあ気に、気に入っていただいた方に誘われるっていうことから始めました。なので、えー、っとここに書いてある作品、タランティーノ監督の「キル・ビル」とか、「ロスト・イン・トランスレーション」とか、いろいろやらせていただきましたけれども、 なんかこう自分が営業して勝ち取ったっていうよりは、あのその先輩たちに誘われて、いろんな作品に入ったっていう感じですかね。でもちろん、少しはイギリスに住んでたんで、英語も少しは理解できるのであの、たまたまその当時の合作によく誘わ,れてあの誘われたっていう感じでしょうかね。で、なんかそうすると、なんだろうな、こうで頑張ってると <laughs>、いろんなとこからあの知らない。 知人じゃなかった方も、なんかどうやら生きのいいのがいるぞっていうので <laughs> 連絡をいただいて、あのー、当時 NHK で、えー、っと、まだ監督をされてた、あの、ルローニケンシンとかで有名な大友圭志監督がまだ NHK に在籍してまして、あの、僕が長州ファイブという映画を制作担当でやったんですね。それ、えー、っと、イギリスと、えー、っと、ルーマニアのロケがあって、 そのエンドクレジット「あの長州ファイブ」という映画のエンドクレジットを見て大友監督から連絡をいただいて当時まだ NHK にいらしたんですけどで実は企画しているドラマがあると「で白須次郎物語で」で、えー、イギリスで撮影をしなきゃいけないから、あのー、ちょっと待ってくださいね そうイギリスで撮影をしなきゃいけないのでもし関君がイギリスのことを理解すごい詳しいんだったら参加してくれないかって言われてだからどうしても,もうその時にはその、えー、と期間はちょっともう仕事が決まっていたので、あのー、お断りすることになったんですが。 あの僕がそのイギリスで知っているプロデューサーとかに大友さんをこうつないだりして結局白ス二郎はイギリスで作ったりとかをしたっていうか感じなんですね。なのでなんかまあ,あの本当皆さんと皆さんの方が優秀というか学生時代からその映画を学ぶっていうことをしていらっしゃるのであれなんですけど僕は本当にただ来月空いているから <laughs> 現場に行って自分ができることをわってやった。 やってたらなんかいろいろ誘われるようになったっていう制作部時代を過ごしましたっていうのがプロフィールです。でまあ最近はあのちょっとあのちょっと宣伝っぽくなりますけど後ろにある来月公開する箱男というものと9月6日に公開する、えー、山中洋監督のナミビアの砂漠というのがえっ、ー、と我々コギトワークスが作った映画でまあ、今年あのみんなに見ていただきたい映画ではあります。 もう長くなってきたねえっ、ー、と急ぎます <laughs> えっとですねじゃあじゃあそのまあ制作部時代からやってきましたけれども今プロデューサーとなりましたのでじゃあさてプロデューサーって一体どんな種類があるのっていうことをちょっと簡単にまとめてみましたみんなもよく聞く言葉だと思うので、えー、エグゼクティブプロデューサーサーのあれだな棒がないなエグゼクティブプロデューサーっていうのと 何も書いてないプロデューサーっていうのと、ちょっと配給のところは別に配給プロデューサーとは名乗らないので、ちょっと後で説明しますけど、で、LINE プロデューサー、キャスティングプロデューサー、あと VFX プロデューサー、音楽プロデューサー、あと宣伝プロデューサー。宣伝プロデューサーはよくもう略してセンプロ、センプロって言いますよね。っていうのが、まあ、主に分けるとこういう種類だと思います。あとは、コープロデューサー。 とか共同プロデューサーっていう言葉もありますけどもちょっとそこは、えー、っと複雑になっていくのでちょっと後に回しますね。でじゃあ、えー、っとプロデューサーって、まあ、何をしてる人なんでしょうねって,うっていう具体になっちゃうんですけれども、まあ、よくエグゼクティブプロデューサーっていうのはもしかすると日本語に直すと制作組織とかとイコールになることもちょっと多いかな。 その時の制作の性の字は、下に衣がつく性の字ですね。あの、あ、こ,これですね。ここ。この制作、組織っていうのと、エグゼクティブプロデューサーのっていうのが同義語になることも多いかと思うんですけれども、あの、カッコでファイナンスって書きましたけども、要は、まあ、ご自身が出資をしている場合もあれば、 えっともしかすると自分は出資はしてないけれどもいろんなところからその映画を作るためにお金を集めてきているとにかくその人がお金を集めてきている人っていうことを基本的にはまあエグゼクティブ・プロデューサーと言いますまあだからファイナンスですよねとここに次のところにプロデューサーと配給ってちょっとわざと分けたんですけれどもあのー 日本の映画を制作するシステムとして、一番、まあ、メジャーなやり方っていうのは、制作委員会というやり方がありますね。でこれが、実はこの制作委員会システムっていうのは、日本だけなんですね。アメリカもありませんし、ヨーロッパ、フランス、ヨーロッパの各国にも制作委員会というシステムはありません。でアジアもありませんね。本当日本だけの 独自のシステムなんですけれども、これ何かっていうと、例えば、えっと、映画をざっくり、例えば1億円で作りましょうと。で、よくこの言葉を、まあ、総事業費ってい言い方をします。何を総事業費っていうかっていうと、えー、っと、撮影、まあ、要は制作をするっていうことは、まあ、直接制作費とか、現場制作費とかっていう言い方をよくするんですけど、この、 まあ撮影をする時のお金、直接制作費と、今度はもう一個、P&A 費ですよね。まあ、宣伝、まあ、プリントアドバータイズなんですけど、略してるのは、まあ宣伝の配。宣伝と配給のお金。これが、この2つですね。直接制作費と P&A 費。この2つを合わせたものが総事業費ですね。要は映画を作って、映画を公開するまでにかかるお金のすべて。 が総事業費って言います。で、この総事業費を政策委員会に、こう、名前が並んでいる各社が、えー、っと、1億円を、例えばじゃあ A 社はこの1億円の30%払いますとか、B 社は20%払います。C 社は10%払いますみたいにして、この1億円に対して、 まあ何パーセントずつ払って全額で1億円にするのかっていうのが、政策委員会というシステムなんですけれども、日本はこのシステムがすごく強いので、実はここに配給規格漢字って書きましたけれども、配給会社がこの総事業費の多くを30%とか、下手したら50%とかっていうのを、配給会社が払うっていうケースが結構多いんですね。 でしかも、漢字っていうのは何をしているかと言いますと、作った後にいろんな劇場に公開したり、じゃ配信会社に売ったり、テレビ局、要はテレビで放送したりとか、あとはうんと、ペイチャンネルと呼ばれている、例えば飛行機の中で見る映画とか、そういうのに売るっていうことと、売った後にその売ったお金を回収するっていうことを全部、 うんと責任を持ってやる人として漢字会社っていうんですね。なので、結局、配給会社が劇場のブッキングもしているので、結局、その劇場からいくらその工業収入を得られるかとかっていうことを管理するのやっぱ配給会社が一番、まあ、適切ですよね。なので、この配給会社が漢字会社っていうことになることが多いんですね。で、さっき言った、 その1億円の総事業費のこうパーセンテージがあの要は出資額で何パーセント払ってるっていうのがあるからこのじゃあこう映画を各劇場に売って入ってきたこの収益をこの出資のパーセンテージ分で分配をするんですよ。えー、っとまず A 社配給会社が自分で30%払ってるとで B 社は例えばテレビ局かもしれないですね。 テレビ局が20%払ってるとするじゃないですか。で、そうすると、まあ、で全部で公開していった時、えー、ときに、この映画が3億円儲かったってなると、この儲かった3億円に対して、出資額の20%分を払うので、えー、3人が6000万円払うっていうことをする、そういう分配をするっていうのは漢字会社です。 結構難しい ?OK。まあ、えっ、ー、と、<laughs> 今度詳しくそれは行こう。表にして喋ろう。で、故に、この配給会社にいるプロデューサーですね。っていう方が、基本的には出資もしているし、配給もするので、結構、うんと、プロデューサーとしても、うんと、役割が大きいんですよね。 なので、その日本でいうとこのプロデューサーって誰っていうときに、割と配給会社に所属しているプロデューサーが一番こうエンドロールの一番上に上がることが多いのはそのせいですね。でも、かたやわざとこのプロデューサーと配給をちょっと分けたのは、えー、っと皆さん今後どういうプロデューサーになるのかを考えて。 行くときに、もう一つは、例えばじゃあ僕みたいに映画の撮影をすることが得意だと。作ることが得意な方のプロデューサーが、えー、っと、じゃあ監督と一緒にどういう映画作りましょうかね、次って言って、そのゼロ地点を一緒に例えば企画したとするじゃないですか。でも、そんで、えー、っと、じゃあ作るためのお金も集めてこようと僕が。 ってことはさっき言ったエグゼクティブプロデューサーのことも一応しますよね。で、じゃあ、配給会社、この映画はどう、うん、どカラーとして、まあ、娯楽だからどういう会社、ホラーだからどういう会社みたいな、その何ていうの、えっと、会社のカラーリングっていうんですかねあのを、それもマッチングとして、この映画はどこどこの配給会社が向いてると思うから、どこどこに交渉しに行こうと。ただ、もしかすると、 配給会社の人たちは自分が企画しているわけではないけれども、その脚本を読んで面白いと思ったからぜひ参加しますと。で、そうなった時には、配給を全部するので、うちで多く出資しますよと。総事業費の30%を出資しますってなると、僕はそんなにお金を僕が出せるわけじゃないから、企画もしている、本当にちょっと5%ぐらいは出資をするみたいになると、 じゃあこれどっちが発言権が大きいんだろうなっていうことが、うーんと、政策委員会というシステムだと結構、そこが日本だと結構難しくなるんですよね。お金を多く出している人が、やっぱりどうしても発言権が大きくなるといいますか、やっぱり美人なんだろうな、映画はその商業ではあるので、総合芸術でもあり、商業でもあるので、 そういう意味で言うと、それを作るためのお金を出している人の発言がやっぱ大きくなるのは別に映画に限らず、あのそういうもんだと思うんですけれども、なので、えっと、このプロデューサーということを2行に分けたのは、そういうちょっと違いがあるので、えっと、分けました。で、逆に言うと、じゃあこう配給会社のプロデューサーの方、所属しているプロデューサーの方が、 えっと、監督と一緒にゼロから企画して、しかも自分の会社、配給会社が出資をしてってなると、でも、まあ、その方がだからもう企画のゼロ地点も監督と一緒にやっているし、出資もしているのでそ、それはもう、いわゆるメインプロデューサーですよね。で、その場合、制作プロダクションに、こう、誰それの監督とこういう企画を作りましたと。しかも、 いくらで作りたいと考えています。じゃあ、その映画を作ってくださいって言って、我々は制作委託を受けるっていう言葉になるので、その時には当たり前にその配給会社のプロデューサーが一番やっぱプロデューサーとして一番上で、えっ、ー、と、我々はそれを一番いい形にするっていうことに、えっ、ー、と、徹するっていうことになりますよね。だから、プロデューサーって同じ言葉なんだけど、役割が結構違うっていうのことだけ覚えておいてもらえると、 お金を集めるだけの人もいるんですね。企画に一切関わってなくて、要はその、なんだろうな、映画を投資と同じ風に考える方もいるので、あ、これは、この映画は売れそうだなっていうことで、じゃあうち出資しますよ、みたいなこともあるので、そういうのを集めるっていう意味で言うと、ファイナンスを司る、もしかしたら、まあ、エグゼクティブプロデューサーっていうことに、 その言葉にはなるので、だから、プロデューサーってばーってこう何人も書いてあるときに、この人は一体何を役職としてしているプロデューサーなんだろうっていうのは、ちょっと考えないと、肩書きは全部一緒なので <laughs> あ、この人は多分ファイナンスをやってる人だお,かお金を集めした人だなとか、この人は現場を作った人だなとか、この人は配給をしてる人だなみたいなことを、 同じプロデューサーの中でカテゴリーがいっぱい分かれているので、そこはちょっとあの、まあ、エンドロールだけでは分からないところですよね。で下手すると1人でその全部をやっている場合もあるので、そうするとプロデューサー1人っていうクレジ,クレジットのこともある,あるにはありますね。はい。で、次から下は、まあ、LINE プロデューサーというのを一番上に書きましたけれども、これは まああのー、日本語にはもともともちろんなかったんですけど、二、え、十、ー、年、30年前ぐらいからアメリカでよく言われ出した職業なんですね。で、要はさっき言った、制作プロダクションのプロデューサーというのは、実はラインプロデューサーということでもあると言いますか、要は企画はどなたか他の方がやっている、で監督も決まっている。 なので、それを作る人の一番上の責任者のことを本当はラインプロデューサーと言います。ちょっと昨今、日本の映画界だとラインプロデューサーという責任が少し軽いパターンがちょっと多いんですね。なんですけれども、本来は制作プロダクションの一番上の人は、その人が企画してない作品の時にはラインプロデューサーというのが 本来、本意的な意味ではあります。で、じゃあ、この LINE プロデューサーという言葉は、どこから来てるかと言いますと、あの工場の LINE ってわかります要は、一番最初の部品をこう、組み上げていって、なんかこう、ベルトコンベヤで LINE に乗っけるってよく言うじゃないですか。あれの意味なんですね。なので、映画を作るところから、映画が完成するところまでの全てを理解している人なんですよ。で全てを、 理解もしてるし、すべての責任を伴う人。で、これを分析していくと、映画がだから、こういう映画作ってくださいっていうのを預かってから、じゃあそのためにはどういう準備が必要で、じゃあどういうスタッフが必要で、どういうキャストが必要でっていうことを、LINE プロデューサーの指示のもと、各部署が動いていくんですよね。あとは、まあ、1億円で作れって言われたけど、 これどうやら1億5000万円かかるよみたいなことを一番最初に分析をする。これを、まあ、えっ、ー、と、英語っぽく言うとバジェットブレイクダウンって言ったりはしますね。要は、えー、と予算を分析するっていう意味ですね。なので、この脚本は一体いくらで作るのが適正なんだろうかという分析をするっていうことを LINE プロデューサーは一番最初にします。で、その上で、まあ、 なんだろうなこの作品にとって最もいいスタッフとかこの作品にとって最も適正な、えー、っとお金のかけ方1億円のかけ方ですよね例えば大げさに言うと撮影をするかカメラとか照明とかのところの部署にのお金をこの1億円の中からものすごくお金を使ってやるのかいやカメラとか照明はもうすごくスモールにして。 美術にこだわるる映画にするのか,だから美術費をいっぱいかけるのかとかじゃあもう撮影とか美術とかちょっと質素にやるけれどもキャストがいっぱい出るののキャストに豪華な人たちを呼ぼうみたいなこの 1, 1億円のバジェット予算をこう、まあ、ブレイクダウンするどういうことをする方がこの作品にとって一番いいんだろうかをまあ専門家として考えその専門家として考えたことを えっと、企画をしているプロデューサーだったり、監督だったりに話すっていうことをするのが LINE プロデューサーなので、LINE プロデューサーっていうのは、要はいわば作ることの一番の苦労と、一番、なんていうのか映画の、映画を作ることを一番理解している人っていうのが LINE プロデューサーです。で、キャスティングプロデューサーっていうのはあ、まあ、ここから以下、キャスティング VFX 音楽のプロデューサーっていうのは、 いいいいいない場合もいっぱいあると思いますただ、例えばこの LINE プロデューサーの方が、本当に全体をこう見渡さなきゃいけないから、一個一個のこう職種に、一生懸命っていうか、やることが多すぎると、やっぱ全体を俯瞰で見れなくなりますよね。LINE って工場の,の LINE って言ったから、みんながうまく動いてるかどうかを管理するのがやっぱり LINE プロデューサーなので。 ラインプロデューサーがいろんなことを兼務しすぎると、俯瞰で見れなくなるので、いざ何か問題、トラブルが起きると、多分対応できなかったりしますよね。なので、しかも、例えばキャスティング事情、要は出演者とどこどこの事務所が今どういう状況にあるとか、えー、っと実はあのすごく今、どん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 こう、 えと経験を積んですごいいい役者さんがいるんだみたいなこういう情報っていうのをそれこそ LINE プロデューサーが全部知ってることではなくてなので専門的な部署には実はプロデューサーを立てておいた方がより豊かになるといいますかなのでキャスティングのプロデューサーっていうのはやっぱりキャストのことを本当に詳しくてそれは有名な方も無名な役者も含めて実はこの役柄にはこの人がいいよっていうのを ずっと監督にこうプレゼンしてくれる人なんですよね監督が言ってるこのキャストもすごくいいですけど一回試しにこの人とちょっと会ってみませんかとかっていうことをやってってしかもこのキャスティングに関わるお金のところ LINE プロデューサーがこの1億円の中で今回の作品だと1億円の中の1000万円分はキャスティングに使おうと思った時にじゃあキャスティングプロデューサーに全体 登場人物が20人ぐらいいるけど、全部で1000万円ぐらいで収めたいんだっていうことをキャスティングプロデューサーに言って、キャスティングプロデューサーはその中で、じゃあ誰々だったら呼べるなとか、このギャランティーでお願いできるなみたいなことをコントロールするっていうことも含めて、ただの提案だけじゃなくて、ちゃんと予算のコントロールもするっていう意味で、キャスティングプロデューサーっていうのはいます。で、これと全く同じことで VFX や音楽も、 かなり専門性の高い、その部署というか役所なので、やっぱり VFX って本当に日進月歩どんどん技術が上がっていくので、それをやっぱり一番熟知している人、さっき言った1億円の中に今回じゃあ2000万円分を VFX で使おうと LINE プロデューサーが一応考えますと、監督と話し合って、大体それぐらいに収めたいなとしたとして、でも、 その2000万円で全部の VFX の各カットを作ろうとすると、ちょっともしかしたらレベルが少しチープになるかもしれませんと。または、なので、チープになるのはやっぱ嫌だから、でもチープになることが面白いときもあるので、映画に合ってればそれでいいと思うんですけれども、あのー、実は、じゃあ、VFX にそこまでお金かけなくていいと思いました。で、実写でこういうふうに撮ることで、 もっと簡単に VFX ができるのでとかっていうことを言ったり、またはもう、そこ実写撮影しなくていいですと、VFX の方で作った方が、より監督が求めるものになると思うのでっていうことを提案したり、なので、そういう意味で言うと、VFX の専門性が一番高い方、そしてさっき言った監督あ、予算をコントロールしつつも、監督に提案できる方っていうのをプロデューサーで置きます。 なので,で、音楽も一緒ですね。全く同じことです。音楽に詳しいとか、作曲をどうするといいとか、なだったらこの監督が、こことこことここに音楽をつけたいって言ってるけど、いや、映画のことを考えると、もしかしたら、ここは音楽をつけずに、こっちですごく音楽をつけた方が、狙い通りになるんじゃないですかとかっていうことの提案をする。クリエイティブな提案と、物理的に落とし込めるっていうことを、この LINE プロデューサーの 下に書いてある方たちは各部署の専門性を持った方たちがやるっていうことで今分けてます。で、なので、例えば LINE プロデューサーの方がものすごくキャスティングに詳しくてあの、ものすごくどこのキャスティングプロデューサーよりも実は得意だっていうんであれば、実はキャスティングプロデューサーいらなくて LINE プロデューサーがキャスティングもやればいいんですけれども、やっぱさっき言ったように LINE プロデューサーっていうのは一応俯瞰で物事を見といた方がいいので、 あのやっぱり専門性の高いところはプロデューサーを立てた方がいいっていう話ですね。で次、まあ、宣伝プロデューサーっていうのはちょっとまた後の会話でも話しますけどいわゆる出来上がった映画を見てこの映画をどう宣伝していくと人々に届くのかの戦略を立てる人ですね。なので、えっと、現場の現場の時に何か別に この映画はこうしてくださいみたいなことは特にそこまではなくてですね。ただ、もちろん企画の時から、撮影する前から宣伝プロデューサーがついてくれてて、宣伝の目線だと、えっ、ー、と、例えばこういうキャストもありなんじゃないですかとかって提案をしてくれることはあります。でも、撮影の前はあくまで提案ベースで、基本的には出来上がった映画に対して、だったらこの映画は、 も、えー、ともとは割と男性に人気な映画になるかもなとは予想してたけどもどうやら見終わった後にすごく女性にもすごく響くしとてもいい映画になっているからだったらちょっと宣伝としてその若い女性に少しこう刺さるような宣伝の文句にした方がいいなとかそういう。 この映画を広めるためにはどうしたらいいかのプラン、計画を立てるのが宣伝プロデューサーですね。はい。っていうのが一応大きく種類です。ここまでで何か質問ありますはい。はい、どうぞどう。え、アシスタントプロデューサーはどこにおお確かに。もう喉枯れてきたよ。<laughs> <laughs> アシスタントプロデューサーっていうのは、多分 <laughs> どこのプロデューサーのところにも付くと思います、まあ。ファイナンスのところにつくことは多分珍しいと思うんですけど、ここの企画、制作をするプロデューサーの横に、もう1人、アシスタントプロデューサーっていうのがつくこともありますし、もちろん配給のところもやることいっぱいあるので、配給プロデューサーの横にアシスタント、LINE プロデューサーの横にももちろんアシスタントプロデューサーいます。でキャス キャスティング VFX 音楽のところにももちろんいなくはないですけれども、割とその時にはアシスタントっていう言葉なのか、まあ、キャスティングプロデューサー助手なのか、ちょっとその名称が変わることはありますけれども、それはやっぱりやることの規模、お金の規模じゃなくて、やることの規模が多い時に、やっぱり一人でずっとやると、 どうしても抜け落ちてしまう仕事が出てくる場合もあるので、その場合にアシスタントプロデューサーをつけて、業務を円滑に進めるためにあのアシスタントプロデューサーを入れるっていうことでしょうかね。ありがとうございます。はい、じゃあ次行きます。そっからでここから先とプロデューサーの仕事内容に入るんですけれども、えー、っとこの時の僕が言っているプロデューサーというのは。 映画を企画して、お金も集めて、しかも現場、撮影もするっていうことまでをやる方のことを僕はプロデューサーだと思っています。要は、お金を出すだけの方もプロデューサーって言うんですけど、お金を出すだけの人の役割はお金を出すだけなので、まあ、説明はいらないですよね。で、えっと、 さっき言った制作委員会っていうことが強いので配給会社のプロデューサーというのが日本では強いんですけれども皆さんがどういうプロデューサーになりたいのかっていう意味においてやっぱりその作った映画をみんなに届けることを一番主にしたいのかそうじゃなくていやいや監督と一緒に映画自体を作りたいのかっていうことで多分 制作プロダクションのプロデューサーなのか、配給会社のプロデューサーなのかで大きく分かれると思うんですね。で、まあ、僕はやっぱり現場で来月空いてるかから始まったので、一応僕が話したいのは、制作プロダクションにおいてのプロデューサー、しかもちゃんと企画もしている人っていうことで、えー、ここから先は仕事の内容を話したいと思います。あの、配給会社がダメとかそういう意味じゃないですよ。あの、分けるっていうだけの話ですね。はい。 じゃあ、まずプロデューサーになるためには、企画がないとプロデューサーにの仕事が始まらないですよね。なので企画を、企画と資金調達をするというところなんですけど、そもそも映画を作っている人って誰だと思います <laughs>、まあ、映画のゼロ地点を作っている人っていうか。 プロデューサーとプロデューサーサから始まって脚本うん。とは監督監督。そうだね。多分この3人なんですよ。映画のゼロ地点を作る方は監督、脚本、プロデューサーだと思います。ただこの時に誰が言い出しってかはちょっとわからない時がありますよね。脚本家が実は 最近ちょっとこういうの思いついたんだけどさーって言ってそれを隣にいたプロデューサーに言ってあそれちょっと面白いアイデアだねって言ってあだったらさーっつって誰々監督がすごくそのこの企画だとなんか乗ってきてくれるんじゃないみたいなことから始まる場合もあればなんだったら監督と脚本は分かれてなくて一人の方が監督脚本をやっているからその方が いやー実はちょっとこんなの思いついちゃってさーってプロデューサーに言う。で、プロデューサーが、おお、確かに面白いですね。ちょっとそれやってみますとか。でも逆のパターンもありますね。プロデューサーがこんなのやりたいんだよなーと思って。でも俺、監督もできないし、脚本もできないなまあ、できないというか、得意なやつにやらしたいよなーって言って、じゃあ脚本家と監督ちょっと連れてくるかっていうパターンもあるので、 多分映画のゼロ地点を作るのはこの3人だと思う僕は考えてます。で、いざ、まあその三今3人にしますね。監督と脚本家一応分けます。この3人が話し合って、あ、本当に面白いねと3人がなってって、じゃだったらちょっと一回こう、えっ、ー、と、プロットにしてみようよとかってなってくると、そのプロットにするのは、 もしかしたら、その3人誰でもいいと思うんですよ。言い出しっぺが多分プロットにした方がいいと思うんですよ。プロデューサーがなんとなく思いついてるっていうんだったら、その思いついた人が一番想像してるわけじゃないですか。どんなものになるだろうっていうの。で、監督、プロデューサー、脚本家の3人は、まあ、せめて、えっと、まあ、プロットの1個前かな。まあ、あらすじみたいなもの、書くのはこの3人誰でもできないとだめだと思うんですよね。 で、その概要というか、大体こんなお話っていうのを誰かが作ったとして、それで、なるほど、なるほど、そういうことを想像しているのねが、みんな、この3人に共有していったときに、じゃあ、もちろんプロットになるっていう作業は、その言い出しっぺがプロデューサーだった場合には、専門性の高い脚本家がプロットを書いた方がいいですよね。でもその ゼロ地点の種は誰か 3, 3人誰でもやった方がよくてやった後には脚本家にプロットは書かすし、えー、と監督にはもちろん演出的にどう、あのー、やれると思いますっていう話をした方がいいのでなので企画のゼロ地点は3人なんだけど少しずつ専門性の高い作業に分担していくんですよね。 で、じゃあ、プロデューサーは何をそこからしていくかっていうと、それは映画作るにはお金が絶対必要なので、お金が必要じゃない映画はないので、じゃあ、この映画を作るためのお金集めを始めますとあとは、完成形がどういう映画になるのかは、大体一緒に、そう、なんだろう、想像し始めますね。この映画は、例えば、うーんと、 もしかすると、すごく多く,多くの方が共感をする映画っていうよりは、すごく本当に作家性の高い映画になりそうだなと、だから、もしかすると、先にヨーロッパとか、どこの国でもいいんですけど、映画祭に出品した方が、この映画にとっての出口の出口の一歩目としていいなとかっていうことを考えた。だから いつも作,れ作ったらすぐ映画祭に持っていくるんじゃなくて、この作品にとってどういう出口が合っているんだろうか、マッチングするんだろうかを考えたりするのはプロデューサーの仕事ですね。とか、まあ、例えばどういうキャストに、まあ、キャストっていうか主演ですよね。どういう主演の方だったら、それこそこの映画に一番ふさわしいんだろうか、ただただ売れてるとかそういうことじゃなくて、映画にとってふさわしいのが、 誰なんだろうっていうこといこを考えるのがプロデューサーサですでもちろんこのゼローンを作った3人とはそういう話を共有してきます。でも先行してそれを具現化してするための道しるべを作るのがプロデューサーですね。まあ言葉通りプロデュースしていくんですよね。なので監督脚本家とはまた違って監督は英語で言うとディレクションなので方向を決める人なんですよね。 どういう映画にするっていうなんだろうな旗印をあの右です左ですっていう方が監督ですけれどもプロデュースっていうのは作品全体をまあ何でしょうね想像していくクリエイトしていくプロデュースしていくなので時には監督のディレクションが時には作品にとって良くない時にはあ監督多分僕たちが最初に言ってた方向って確かこっちだったはずなんで今なんか スタッフも合流して動いてる方向が、もしかすると最初のゼロ地点のと違ってるかもしれませんっていうことを監督と話し合ったりすることもプロデューサーは大切なので、プロデューサーはやっぱりその作品に対して寄り目にならずに、ちょっと俯瞰で見て、ちゃんとこの映画がどっちに向いているかっていうことをプロデュースしていくっていうことが、まずゼロ地点での 企画っていうことの仕事内容の一番大切なところですね。で、えー、と資金調達、これはもうあの読んで字のごとくし、資金を集めるっていう話なんですけど、これ、かなり、えー、とルールがないので、えーと、お金さえ集まればいいっちゃいいので <laughs> あのあの、難しいんですけど、一応、日本のオーソドックスなことを言いますね。 さっき言った日本の制作委員会というシステムにおいてっていうことで言うとまずまあプロットができたぐらいかなでもしかしたらキャスト主演には声はかけてないけど監督とプロデューサーと客の3人が想像するこういう主演がいいよねっていうアイデアが生まれたぐらいのまだまだなんだろうなゼロ地点まだいっぱい。 一歩目にもなってないぐらいの時にお金集めを始めるんですけれども、一番最初に持っていくのはやっぱり映画は作ったら配給してもらわなきゃ映画じゃないので、劇場で公開しないと映画ではない、やっぱりないので、やっぱ配給会社に一番最初に持ってきますね。で、誰々監督とこういう物語を考えているんですけれども、出資および 配給および漢字会社になってくれませんかっていう言葉で、配給会社を口説くっていうのが、まあ一番、なんだろう、王道なやり方です。お金集めとしてもで。もしかしたら一番最初に持ってった配給会社が、いや、ちょっとうちじゃ難しいかなって言って、また違う配給会社に持ってってっていうことを繰り返していくパターンもあれば、一番最初に持ってったところが、 いやそれは非常に面白い企画だから、ぜひうちが配給管理しますよと。出資もしますよっていうこともあります。で、まあ、配給会社が出資するよとか、配給するよ、管理になるよって言ってくれたあとは、割とその後の、えー、っと、例えばじゃあ、配給会社が30%出すよと、全体の。一億で、1億ぐらいで作るって考えてるんだとするならば、 30%は出せるよ。だけど、あとの70%っていうのはまだどこも決まってないけれども、まず配給会社が OK って言ったものっていうのは、意外とね、そこから先は、例えばテ,、まあ、テレビ局じゃなくてもいいんですけど、どっかに、なんだ、例えば、じゃあ配信会社とかにあの持っていっても、あ、どこそこの配給会社さんがついてる作品ならば、ぜひ私たちも、まあ、その作品にの船に乗ります、みたいな形で、 配給会社が決まると割とその先は割と決まりやすいことが多いです。なので、まあ一番これが日本の王道のお金集めです。ちなみにアメリカとかだとそのいろんなパターンはありますけれども、配給会社は作る前に決まって、まあスタジオシステムって言われているハリウッドメジャーのところはスタジオの方たちが基本企画をしているので、そもそもそのスタジオで作る。 そのスタジオが企画していることが多いんですけども、US、アメリカにおいてのインディペンデント映画みたいなものだと,、えー、っと、やっぱりプロデューサーの人がファイナンス、お金を集める作業もするんですけれども、割とね、あのー、ちゃんとこう映画に対するファンド、要は、えー、っと投資か、映画ファンドみたいなシステムがすごい成り立っているので、あの映画を読んだときに、 投資案件として、この映画はちゃんと成功するなとかっていうことで、投資家たちが出資をするっていうことも、アメリカだと、あのー、多いんですけれどもで今度、今度ヨーロッパとか、あとはシンガポールとかマレーシアとかだと、まあ、作りたいって言ったプロデューサーが、例えばまあ10%とか20%は出すんだけども、残りの80%とかは、逆に自分の国の助成金とか、フランスの助成金とか、<laughs> 結構いろんな国の各国の助成金に申請を出して、それを取得して作るみたいなことも多くて、その場合は実はお金は集まったけども助成金なので、そのお金を分配する必要がないんですよね。出資になると、それは投資と一緒なので出資してるので、利益20%出資したんだったら、 利益も20%もらうっていうのが投資、出資ですよね。なんですけど、助成金で集めると、自分で20%出してるんだとしても、えっ、ー、と、それ以外が80%がもし助成金で取ってるんだとするならば、その助成金を出したフランスとか、イタリアとかには別に、その80%分の利益を別に払わなくていいので。ってことは、全部がその20%払った人が、 100%の利益をもらうっていう。なので、割とヨーロッパとかシンガポールとかマレーシアとかアジアの各国は、助成金をどんだけこう、各国の助成金をどんだけ、えー、申請できるかっていうことに詳しいっていうことが特徴にあります。なので、日本とアメリカが出資、投資、で、ヨーロッパ、ほかアジアが割と助成金みたいなことが、 えっとまあ、王道としてやられていることですね、でも、一番最初に言ったように、どうやってお金集めても別にいいので、1人の、例えばじゃあ、お金持ちから1億円もらってきました、でもそれでも映画は作れるので、ここはまあプロデューサーの腕の見せどころっていうことでしょうかねはいここの企画資金調達で質問あります質問だだらけだったりするはいどうぞ え日本では助成金制度というのはない、そんなことないんですかえっとですね、えっと、増えてきました。例えば、芸文診、日本芸術文化公開、映画のエントリーできる作品が何なのかっていう、えっと、カテゴリーがいっぱいあるんですけれども、あとこう申請出さなきゃいけない書類が本当にいっぱいあるので、なかなか簡単ではないんですけれども。 こういった芸分身というところの助成金もありますし、あと b ーポ p o さんがやっている助成金も多くありますね。b j ロックスっていう名前の、まあ、補助金って書いてありますけど、まあ、助成金ですね。これも何に対して助成してくれてるのか、例えば企画開発に対してだけ助成をするとか、そうすると、その映画はまだもしかしたら作れないかもしれないけれども。 企画開発をするためにちょっとお金がかかるから、それの助成金を申請できたりとか、えっ、ー、と、海外にプレゼンをしたいと、まだお金集めを海外でしたいから、海外の映画祭にブースを作って、プレゼンをしたいんだとかっていうことの対する助成金とか、ちょっとね、いろいろ細かく J-LOX の中でも、何々に対しての助成金みたいなのが、細かくあるので、あります、日本でも。で、もっと言うと、 あの今、是枝監督とかがあのアクション・フォード・シネマっていうあの活動をしてたりとかして、やっぱりに日本でももっともっと文,文化の一部としての映画の価値をどんどん上げたいっていうことで、もっともっと助成金増やしませんかみたいなことをすごく盛んに活動されているので、今後も日本で公な期間の助成金というものが増えていくと思います。 これあの、言い悪いじゃなくて、あの、是枝さんたちのアクションフォーステーマの方たちの、今まず参考にしているのは、まずフランスっていうのはすごい助成金が豊富にある、映画を作るために助成金でほぼ賄うような国なので、えっ、ー、と、フランスの助成金だったり、韓国も助成金がすごく盛んなので、フランス、韓国の助成金のシステムだったり考え方っていうのをすごく参考にされて、 日本の政府に対して、えー、アプローチをしていっているんですけれども、お大きな違いは、フランスとか韓国で作られている年間の映画の本数がそこまで多くないんですよね。で、フランスは特に、まあ、ヨーロッパなんで、各国が近いから、フランスの国純粋映画みたいなことっていうのは、年間そこまで多くないんですよ。イタリアとフランスの合作とかは多いけど、もうフランスのみの映画みたいなことがそこまで多くなかったり。 韓国もそうですよね、あの国でいうとそこまで大きくないので、純然たる韓国映画っていうことが、そこまで本数が多くないので、国としても自国で作る映画というのは、自国の文化だから、それに対して国が助成金をするっていうことが、まあ、もしかするとしやすいっていうことも側面であると思うんです。ただ、日本の映画って、年間600本とか700本とかって言われてるんですね。 なので、この600本、700本に対して助成をするっていうのは、なかなかね、国の国策としても難しいだろうなっていうのがあるので、じゃあ、選ばれし10本しか助成がないとかだと、これまたなんか不公平なところもあるので、その選ばれしっていうのは、どの基準で選ぶのみたいなことを決めるのはなかなか難しいので、助成金がないこと、まあ、助成金はあればすごくありがたいことだけれども、 助成金をあるようにするっていうことも、まあ簡単じゃないんだなっていうことだけ、なんとなく頭の片隅に覚えておるといいと思います。他あります。は <laughs> い、ごえ、配給会社に、うん、その、こういうのをやろうと思ってますっていうのは、うん、どうやってアポを取るというか。ど,どの<あ>関さんが初めて行けた時は、どのぐらいのあれになったっていうか。 これね、あのー、トライアンドエラーしかないので、あのー、例えば制作部とか LINE プロデューサー時代に、自分が作っ現場をやった映画の配給会社いるわけじゃないでも、現場で、まあ、会う時もあるんでね、例えばこう最後の0号初号 の初号の,の時とかに配給会社の人がいたりとかして一応名刺交換してたりする時があるじゃないで配給会社の人も現場にさ差し入れ持ってきてくれたりとかするからそういう現場で知り合った方にと仲良くなって持っていったのがきっと一番最初じゃないかなやっぱり知り合いに持っていくのがや,やれることだよね。まあ、それを最初の頃やっていや関君うちで せっかく持ってきてくれたけど、うちではちょっとこれはうちじゃないかなとかって言われて、その人がい優しい人だとするならば、多分どこどこの会社の方が向いてるから、ちょっと紹介してあげようかとかって言って、あ、お願いしますとかっつってつながっていくので、これはね、多分行動力でしかないと思います。今やもう知り合いがいなくても僕は普通に問い合わせをします。なんとなくそれはもう。 向こうもなんかコギトワークスっていうのをなんとなく知ってくれてたりとかするようになったのであコギトの関さんはじめましてって向こうがなってもぜひぜひちょっと話だけでも聞きますよって言ってくれることが多くなってきたので最近はちょっとありがたいなと思いますけどでもやってることは知り合いに頼むっていうところからですねはいありがとうございますはいじゃあ次いきます次まあじゃあ企画は決まったとでどうやらお金は 100%はまだ集まってないけど、だいたい60%はもう集まってるから、あとの40%はまだまだ足りてないけど、もういよいよ作れるぞと。本当は100%集まってから動いた方がいいんだけど、<laughs> でもそうするとね、100%集めるまでに数年かかっちゃったりするから、そうすると、作りたいと思ったこの企画の映画が、旬じゃなくなってしまったりするので、プロデューサー、監督、脚本家が作ったこのなんかホットな時に、やっぱり作って、 たた方が良かったりしますよねもちろん別に流行りものを作るっていう意味じゃないけれどもやっぱり作り手が作り手っていうのは今言ってる3人ねゼロ地点の3人の作り手が思いついた時っていうのは多分その3人の精神状態とか、えー、とその人の人生を含めて湧き上がってきた企画だろうからやっぱりなるべく本当はすぐに実現化してあげた方がいいので。 まあ、100%集まりきってなくても、60%集まったから、プロデューサーとして、あとの40%はきっとなんとかなる、並行してやろう、みたいなことで、えー、次の段階に進みます。で、じゃあ、次何するかっていうと、言葉で言うと、まあ、この映画を作るスタッフ、この映画に出演するキャストを集めるっていうことですよね。あとは、うんと、ここに書いた全体スケジュールっていうことは、うん 映画を制作を始めて準備何ヶ月して撮影何ヶ月して仕上げ何ヶ月して完成します初号まで行きますっていうことの全体スケジュールもありますけれどももうちょっともっと俯瞰でいくと公開するまでの全体スケジュール例えば企画あさっき言った60%だからもうもう始めようってなったのが今日2024年7月だとするじゃないですかでじゃあこの映画は、えー と、まあ、描いている内容も秋の映画だから、もう3数ヶ月後の秋に作ろうとかって、例えばなるとするじゃないですか。そうすると、観客に届けるときも、夏とか春見るよりは、秋とか冬に見せたいよなとかっていうことを思ったりするじゃないですか。なので、じゃあそれが来年、2025年の秋に公開をするのか、もしかすると、いやいや、今年の秋には、今もう7月だから <laughs>、 今年の秋にはもう撮影なんか無理無理と。じゃなくて、2025年の秋に撮影をして、2026年の秋の方が、この映画にとってはいいんじゃないとかっていうことを、プロデューサーの中で考えます。そうすると、さっき言った、例えばもしこの映画は、うんと作家性が強くて、映画祭に出した方がすごく合っている映画だからってなった時には、2026年の秋に公開をしたいから、 それまでにエントリーできる映画祭ってどれかなみたいなことを考えて、その映画祭からの逆算で、いついつまでに完成してないとダメなんだなみたいなことを考える上での、プロジェクト全体の全体スケジュールっていうのを、えー、やるっていうのが、この時の企画プロデューサーの仕事ですね。まだ配給会社はどことか、まあ、配給会社はさっき言ったように出資してるから、もう決まってるかもしれませんけれども、配給会社のプロデューサーと一緒に、 公開の時期とか、じゃあ映画祭出しますかとかっていうことを決めていくかもしれませんね。だからこの時にはもしかしたらプロデューサーが1人じゃなくて2人になってるかもしれませんよね。そうするとやっぱりもっともっとこう発想力が広がるプロデューサーとしての発想力が広がっていくかもしれませんね。次、スタッフィングですけども、ここはうんともちろん監督と話し合いますよね。もしかすると脚本家はこの段階では第1個。まあ その出資が30%ぐらい、ああ、ごめんなさい、残り40%が決まってないっていうことは、きっと、出資集めてるときに、もしかしたら脚、プロットじゃなくて、脚本はもう開発してあって、脚本のせめて第1項なのか、第5項なのかは分かんないけど、プロデューサー、監督、脚本家で、ずっと、この映画はこういう脚本であるべきだっていう、大体なんとなくもう作れた段階の脚本はもう出来上がってますね、ここに。ただ、 まだスタッフは決めてなかったり、キャストはまだ主演は決まってるけど、サブキャストたちは決まってないよみたいな段階かもしれませんよね。脚本が第何校まで行ってるかはちょっとそそれあの、プロジェクト様々だとは思うんですけれども、仮に第5校まで行ってて、ほとんどこれで構成としてはこの映画はもう見えてると。あとはタクシーンのセリフとかはもしかしたらもっともっとブラッシュアップする必要があるよねみたいなことを。 の段階だと思うんですけれども、なので、脚本家はもしかしたらそのブラッシュアップ作業を横でずっとやってるかもしれませんよね。監督と話し合ってやる、実はこのシーン、構成はいいんだけど、ちょっとまだなんか、その登場人物が生き生きしてないんだよな、みたいなことをこうずっと監督と脚本家、喋り合ってやってるかもしれません、ね。で、プロデューサーとしては、それをちゃんとこう横目で見ながら、えー、と監督と、 じゃあ、スタッフィングどうしましょうねみたいなことを話し合います。で、これ、ここでさ、一番最初に言ったフリーランス、映画界はフリーランスだっていうところにちょっと戻るんですけれども、やっぱり例えば、えー、っと、コメディを作ることが得意なカメラマンとか、コメディを作ることが得意な美術さんとかは、その人は多分、ホラー向いてないですよね。いや、何でもできますよみたいな人いるかもしれませんけど、やっぱり作品によって、 で一番向いていいてるるスタッフがいると思うんですよねだからその映画制作会社に所属みたいなことはあまりスタッフっていうことは少なくてですね個人の得意なことをフリーランスとしてやっていくっていうことが今の主流ですよねでこれちょっともうちょっとだけ遡ると 日本でまあ80年代ぐらいまでなのかな。いわゆるこう撮影所システムっていうものがあったとき、東宝映画さんのスタジオに役者もいる、カメラマンもいる、照明マンもいるって、その東宝、東映、松竹、日活とかに各映画会社の中に全部署、撮影部も照明部も録音部も役者さんもいるっていう時代は、 こフリーランスじゃなくて、各会社が各会社のスタッフとスタッフとキャストと映画を作ってた時代が日本ではずっと黄金時代としてありますよねで。ですが、この各会社さんたちが社員を抱えなくなった、スタジオ日本のスタジオシステムということがなくなった後っていうのは、やっぱり各スタッフが各々、まあ、いわゆる個人経営者としてやるようになり、 作品に対して人が集まってくるっていうことになりましたよね。なので、会社がつく、会社が会その会社らしいものを作るんじゃなくて、作品に対してすごく合うスタッフを集めるっていうことが、撮影所システム以降は、えー、主流になりました。で、現在もそういうことなので、やっぱり各部署の方たち、スタッフはやっぱりフリーランスで始めるっていうことが、まあ、いまだに主流です。 でなので、監督とともに、今回のカメラマンって誰がいいですかねみたいな話をするタイミングになってきましたね。もちろん監督は、カメラマンがいわば、えー、とパートナーなので、現場においての一番強いパートナーなので、監督の頭の中を具現化してくれる方なので、やっぱりカメラマンは監督が実はこう誰々がいいと思ってるんだよなっていうことがもちろん多いですね。 なので、スタッフィングを考えるときには、監督が提案をするっていうことが多いです。で、プロデューサーも、あ、監督がそう考えてあるであれば、そのスタッフはとても優秀な方なので、もちろんいいと思いますよって言って進めることが多いんですけれども、これ、もしかすると、例えば監督は、 初めて長編を撮るみたいな時には、あの、監督が考えているカメラマンもすごくいいけれども、実はこの映画はこういう映画にしたいっていうプロデューサーのこう、えっ、ー、と、絵図があるので、なので、いや、実は紹介したい監督、あの、カメラマンがいるんですよね、と。実はこの映画には、あの監督がおっしゃってる候補の方よりも、 この方の方が、もしかしてよりいいと思うので、一回会ってみませんかとか、一回その人の作品見てみませんかとかっていうことを、プロデューサーはやります。で、これはカメラマンだけじゃなくて、美術さんもそうですし、衣装さんもメイクさんもそうですし、各部署を監督がもちろんアイデアを出すことが多いですけれども、それに対してプロデューサーが、えー、っと、さらに提案をするっていうことをやったりもします。で監督に 中では逆にねあのどういう映画にしたいっていうことはあるけれども僕が知っているスタッフじゃない人と,ちょっと組んでみたいなとで。なんだったらあの海外のカメラマンですごいこの前見た映画がすごい良かったから彼にオファーをしたいんだみたいなこともあるかもしれないですよね。なのでスタッフィングっていうのはどういう映画にするのかというこの大きなビジョンのもと それに一番合うスタッフをまあお願いするっていう作業ですね。でもちろん、だいたいさっき言った2025年の秋に撮影をしようと考えているとするならば、その時期空いてますかから始まりますよね。スタッフィング、まあ、キャスティングも一緒ですね。まず、いつ作ろうを決めたときに、うん、じゃあ、この人すごい人気者だから、もう来年も埋まっちゃってるんじゃないみたいなことを、急ごう急ごうみたいなことを。 やるっていうのがスタッフィングですねでキャスティングももちろん同じですね。今言った作業で、監督の頭の中にあのこういう人がいるっていうときに、プロデューサーも実はその人思い描いてましただったらそのまま進むし、いや実はこういう人ちょっとあの検討しませんかみたいなことをする。でもしかすると、オーディションをやった方が作品とっていいかもしれませんよねっていう場合もあるので、同じように、スタッフィングと同じようにキャスティングも、まあ、人を 選ぶという選択するっていう作業なので、えー、と何も正解がないので監督と共に、えー、話し合いながら進めていくっていうとこでしょうかねまだまだ映画を作れませんねはい、はい、じゃあこれでえっ、ー、とじゃあ2025年の秋に撮ることも決まりましたスタッフも主要スタッフ、まあ、メインスタッフっていいますね カメラ、えーと、照明、録音、美術、装飾、衣装、メイク。これね、あの、現場、豆知識ですけど、あのー、大体略して覚えておいた方がいいんですけど、殺傷六尾、衣装、メイクって大体言います、僕は。そうすると、殺傷六尾、衣装、メイクで、あの、バスとか乗った時に数える時も、殺傷六尾、撮影部3人、照明部4人みたいな意味で、 スタッシュ 6B、衣装メイクっていう風に数えます、僕は。ね、もちろんあれですよ、VFX とかもその後にあるんですけど、現場で言うとね、そういう風に。で、えー、ともちろんその後に演出、制作っていうのがついてきますかね。じゃあ、スタッフ揃いましたと。で、いよいよ、えー、撮影の準備、撮影が始まりますと。まあ、ここは多分皆さんよく詳しいと思うんですけれども、まあ、もうスタッフが集まってて、 えっと何月何日に撮影をするってことが大まかに決まっているんであれば、あとは、まあ、いわゆる粛々と準備を進めていくんですけれども、えっと、演出部と制作部がここから先は、えー、っと一番活躍する部署ですよね、えっと。監督とプロデューサー、そして脚本家が思い描いて、もう脚本になっているこの映画を実際に物理的にどう進めていくと、えっと、より、 クオリティの高いものが作れるのかっていうことを、えっ、ー、と、今度はその物理を演出部と制作部の、えっ、ー、と、牽引力、イニシアチブのもと、各部署が、えっ、ー、と、化学反応を起こしていくっていう作業になります。なので、ちょっとだけプロデューサーの仕事は少し落ち着く時期です。もうスタッフも、作ってくれる最高のスタッフを集めて、 最高のキャストが集まっているので、あとはこう、うまく進めていくっていうことを見守るっていう時期かもしれません。で、はたまた、まださっき言ったように40%がお金集まってないっていう状況で始まっているので、あ残りの40%を集めなきゃっていうので、お金集めに走ってる場合も多いですね。っていう時期なんですけれども、まあ、普通に台本をまず、あ、スタッフが一番最初にやるスタッフっていうか、じゃあ自分が演出部制作部だったとして、 一番最初に合流して最初にやる仕事っていうか、やることって何だと思います脚本を読み込む。脚本を読み込む <laughs> うん、まあって、<laughs> あってはいる。えー、っと、脚本を読んで投資交番っていうものを作るっていうのが一番最初の仕事です。投資交番って分かるはてな。オッケー。えー、っと、じゃあ、例えば、新一道誰え道、ー、と主人公が歩いている。 っってななたとするならばで、このシーン1、道っていうのは書いてあるけど、これが昼間のシーンなのか、ナイターのシーンなのかの分析をして、主人公だけが歩いているのか、しかも主人公はどういう身なりで歩いているのかとかっていうことを、例えばバッグを持っているのか、は、ま、たまたエキストラが、ま、い,いる方がいいのか、誰もいない方がいいのかみたいなことを,脚本を読んで、脚本を読んで脚本を読んで、それを、 表にしていくっていう作業を投資交番。うん、今度じゃあそれは細かくやろうか。どうやって投資交番を作るのかはね。なんだけど、で、その投資交番が作ると、と例えばじゃあ、主人公が住んでる家が何,何シーン出てくるのかなみたいなこともそれで割り出せるじゃないですか。そうすると、えー、っと、その主人公の家は1日の撮影で終わるのか、 3日かかるのかっていうことが分析できるんですよね。なので、すべてはまあ予算と一緒ですね。分析。ブレイクダウンというか、分析をしなきゃいけないので、<laughs> まあ、脚本を分析するっていう作業を一番最初にします。だから脚本を読み込むんですけど、<laughs> あの読み込んだものを表にするっていう作業ですね。はい、あのちなみに僕は、制作部だった頃ね、 の僕は、だいたい一番最初に渡された時の脚本は、立ち止まらず、ビャーって一回読みます。あの、内容が分かんなくてもいいから、とにかく結構、なんだろう、さーって読みます。で、二回目の時に、この一行に何を書かれているのか、すごい分析して書き出してます。別に、とがきに書いてないことも想像するというか。で、なんだったら、これ、あ、道で一人主人公が歩いている、じゃあ、エキストラもいない、何にもないとこだな、 ってなってでもこの道は坂道、えー、の方がいいかな、街中の方がいいかなとかっていうことも想像しながら分析してるんです。なので、この 2, 2回目に読んだ投資交番を作る分析の時に、本当に映画の完成ぐらい想像力が働かせてると結構楽なんですよ。 自分の予想と違うことはあるんですけど、あのー、なんだろうな、そこまで想像できてると、監督が実はこういうことをしたいんだって言われても、あなるほどな、だったらそれの方がいいなとかってすぐ思えるので、あとは、もし違うと思うんですけど、これ、坂道の方が良くないですかとかっていう提案をするとかっていうふうにやれるので、この投資交番の時を一番重要にしておくと、実はあとは楽です、そこまで想像できていると。はい っていう投資交番を作ったあとは、まあ、もちろん美術装飾部は美術装飾部のことをしますし、カメラマンと照明マンは、えー、とこの映画をどういう色合いで撮ろうかとか、どういうトーンで撮ろうかとか、まあ、どういうレンズを使おうかとかということを各部署が今度考えるっていう作業をどんどん始めていきますよね。で、それを、まあ、演出部と制作部が あの各部署に、じゃあ何月何日に打ち合わせをするので、それまでに準備しておいてくださいとかっていうことを、どん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 具体化していくっていうことがこの時期ですね。ちなみに、ちょっと脱線しますけど、役者さんの動線をまあ考えるというか、司る人って、どの、誰だと思います監督と美術部、うん、美術術部部ううん、うん えっと、そうねもちろん監督は考えていると思うんだけどまあ例えばなんかこう部屋に入ってきてここの椅子に座ってで引き出しの中からものを取ってみたいなことで言うとやっぱりその美術部がその、えっと、家をデザインしているので椅子をどこに置いているのかで座る場所は変わるだろうしなんだか引き出しじゃなくてこっちの奥の方にこう戸棚があってその芝居で使わなきゃいけないものを取らすってことは動きを 司りますよ、ね、で美術部はその家をどういう家にするかっていうデザインを書くのでもちろんその椅子机椅子の配置っていうことは、えー、と美術部のデザインがから、えー、と装飾部が実際にやっていくんですけどだから美術部と装飾部の違いも結構あって美術部っていうのはないものをあるにする人ですよね要はデザインをゼロから書き起こすの。 なんですけど、装飾部はそれをあるものにするっていうか、存在させるっていうのは装飾の仕事ですよね。で、なので、動線を決めるっていう意味で言うと、もしかすると、装飾部が決めるって言った方が、まあ、より的確かもしれませんね。または持ち道具さん、要は役者が使うものを全部、えっ、ー、と、用意する人なので、その役者が触るものをどこに置いとくかで、 そのの役者の上ちょっっと変わったりしますよねなので、あのー、現場で制作部だと美術部と一緒に事前にその家を建て込みに行って美術部装飾部さんを手伝ったりしてやるんですけどまだ撮影が数日後だったりする時に装飾部さんと仲良くなるとですね、あのー、やってることを観察すると面白いんですけど結構もうだいたい組み終わった時に。 そこにし、まあ、1人なのか2人なのか、その宗主部さんが座ったり、その役者が一番座るであろうところにこう座って、なんとなくあのそのデザインされた場所を、なんとなくこう見回しながら、要は頭の中でどう動くかなっていうのを、割と想像する時間があるんですよ。ともすると、ぼーっとして、なんか休んでんなみたいに見えるんだけど、その時きに、まあ、もしかしたら台本を読み直す人もいるかもしれない、そこで。 でそうすると、あ、ここに配置したけど、もしかしたらこっちの方がいいかなみたいなことを考えたりしてますね。でもそれって、もしかしたら撮影をするアングルも決めかねないですよね。役者が入ってきて、ここに座るっていう風になった時には、やっぱり正面のこっちからカメラ撮った方がいいよなって、多分みんな、カメラマンは思ったりとかするから、あのー、割とその役者の動線を、 つかさどると実はどう取るかなっていうこともいわばコントロールするっていうことにも,つながりますよ、ね、もちろん全ての選択肢のイエス・ノーを出すのは監督なんですけれどもそうやって各部署が各部署なりに、えー、っとこの映画とかこのシーンはどういうシーンなんだろうっていうことを 分析しながら、えーと、準備を進めていくっていうのがあの重要ですよね。だから、ただただ撮る人とか、ただただ飾る人っていうことじゃなくて、その部署なりに、さっき言った投資交番というか、分析、想像をして、それを一個一個、あのいい方向に持ってい,いくっていう作業ですね、うんはい。これが撮影準備と、まあまあ、撮影までも一緒ですかね。っていうことで、話し出すと、これ。 終わらないぐらいの場所なんで <laughs> ざっくりで言うとここで質問ありますはい投資交番は全員でやるべきなのか、うん、まあ各々やるのかこれは各々がやった方がいいです衣装部として分析をしたりとかするしメイクさんとしてその脚本に書かれている一行を分析するので本当に各々がやる べき話ですね。で、別に自分が作った投資交番をみんなに共有したりはしませんとか、それのすり合わせとかはしないですね。ただ、演出部と制作部って、まあ、すごく一緒にやっていくので、ちょ演出部と制作部はちょっと、ここのシーンってさ、みたいなことを話したりはするけど、別にそこで正解を出すっていう作業ではないので、各部署として、この脚本一行一行を どう分析するかっていう作業かな。なので僕、投資交番作った後って、制作部時代よ、作った後って、脚本ほとんど見なかったです。もう投資交番の表を見れば、もう一回スーパー想像してるので、制作部にとってはセリフはそんなに重要じゃないじゃないですか。ここのシーンで、それこそ役者とか、まあスタッフ全員が何をするのかの方が重要なので、だからもう投資交番のこの表さえあれば、あの、実は、 途中のセリフは制作部にとってはあんまり重要でないっていいんですね。OK。じゃあ次、なんか撮影がどうやら終わりましたと。<laughs> であのと、まあ、そこから編集作業ですけれども、ここももともとは映画はフィルムで撮られていたので、その時には撮影終わって、フィルムの現像があって、えー、とフィルム編集があって、静、えー、音部、録音部が。 どういうふうに、えっ、ー、と、サウンドトラックを作ってみたいなことの一番オーソドックスなものがあったと思うんですけれども、もう今や撮影することもデジタルですし、作ることも、作るっていうのはそのコスプロすることもデジタルなので、実はここのワークフロー、段取りですね。ワークフローは、これも正直言うと日清月報してった方がいいと思うんです。なので、えっ、ー、と、こういう撮影をしたから、 えとこういう仕上げの方法があるよっていうことを多種多様なやり方があるってことですね。だからあんまり正解はないです。ただまあ一番のオーソドックスをか,かってないとなんか自分なりになっちゃうので、えっ、ー、とオーソドックスなことは理解した方がいいと思うんですけれども、まあこれプロデューサーの仕事内容ってことじゃないよね。もうね、仕上げポスプロとはっていうことだと思うんだけど、えっと、大概まあ編集マン、オフラインマンは、 だいたい撮影始まってからはもう合流してますね、作品に。で、毎日撮影が終わったその撮影の素材を、まあ、編集部は受け取る。この受け取る方法はちょっと細かくなるので、今,今後、どう受け取るのかとか、誰が素材を取り込むのかとかっていうのは、すごく、えーと、それが、そのワークフローがいっぱいあるので、省きますけれども、いずれにしろ、毎日撮ったものを、 その日なのか、次の日なのか、2日後なのかに、編集は受け取って、編集機、それがアビットなのか、プレミアなのか、も,、ま、もしくは他のものがあるのかもしれませんけれども、えー、っとブラックマジックとかね。ですが、えー、っと基本的にはその編集機に、えー、っとどんどんこう取り込んでいって、で、えーっと、現場にいるスクリプターさん、記録さんが書いてくれているスクリプト用紙。この カット1は何点行く目が OK だったかとか、えーと、もしかしたら現場でキープって言ってるのもあるから、キープと OK 両方あるのとか、簡単に言うとですよ、っていうのがスクリプター用紙に全部スクリプターさんが書いてくれてるので、あ,のあとは監督がその時にちょちょっとこうメモ的に言ったことをあの、ここの使うところはちょっとお尻を長くしとく。 つもりですって監督が言ったなみたいなことをメモったりとか、とにかくその現場で撮ったものが何なのかっていうことをすべて記載しているのがスクリプト用紙です。これ、スクリプト協会がちゃんと出しているあのフォーマットがあるので、項目がね、スクリプト用紙が。それに皆さん書いているんですけど、だから撮影されたその素材とスクリプト用紙が一緒に来て、プラス録音部さんは録音してますよね、また別の素材ですよね。 なので、録音部さんが録音した素材も一緒に編集部のところに届くので、まず編集部は、そのスクリプト用紙を手がかりに映像と音をくっつける作業ですね。まあ、カチンコ合わせみたいなこととか、えー、っていうのをやっていって、このシーンが例えばカットが6個ありました。だったら6個をまあ順番に並べていく。でこのときには、あんまりこう、 編集マンの腕とかっていうことを逆にあまりせずに、本当に用意スタートっていうとか、用意カットっていうと、このマックスをつなげて並べていきます。監督が入ってから、ちゃんと演出的に編集をしていくまでは、あまり編集マンも含めての演出の意図とかを、えっ、ー、と、加味せずに、本当に現場で撮った用意スタート、カットまでをちゃんと並べていくっていう。で、それを、まあ、 よくラッシュっていうと思うんですけど、えっと、ラッシュを見て判断します。なので、この全部つながったものを一番ファーストラ,ラ,ラッシュ1とかって言いますけども、これは誰の意図もない現場で撮ったまんまの素材がバーってカット順に並んでいる。監督が入った後はもしかしたらカット1、カット2逆にするかもとかももちろんあるし、あのも,っともっと短く、カット1短くてカット2の方を長くみたいなことを。 えー、やるんですけれどもそのための仕込みを、えー、ともうだいたい撮影入った時から編集部さんオフラインマンさんは合流してて毎日それを撮影の現場の裏でその作業をしてますでまあ全編撮影が終わりましたとさとでまあさすがに監督もヘトヘトでしょうから3日ぐらい休みますかっつって <laughs> 3日休んだ後にそうすると編集部がもう全部の素材が揃ってて全部並べ終わっているので もうすごい長くなってるとは思うんですけれども、1回じゃあ、投資で見ますかってその編集ラッシュ1っていうのを試写します。でその時はね、だいたいプロデューサーも見ますね。一体現場で撮ったものがどういう風に見えるんだろう。素材なので膨大に長いんですけれども、でもそこで大きく、なんていうんですかね、この映画の方向性が最初に考えていることと間違ってないかとか、あの 判断するというで,で、その編集ラッシュ1を見終わった後に、次の日ぐらいから監督が編集室に入って、いよいよ監督と編集マンが毎日編集をしていきます。で、これもワークフローとか監督のやり方によって、シーン1からシーン80までこうずっとこうループでやっていく方もいれば、とにかくシーン1を磨いて、それが磨き終わったらシーン2を磨いてみたいな方もいるので、これはもう本当に。 監督次第と言いますかこのオフラインをやっている間っていうのは、じゃあ、現場で録音をしてた方は何をやってるかっていうと、まだどのテイク、まあ、カットテイクを使うかどうか全然決まらないですね、まだ素材のまんまなので。ちょっと録音部さんっていう意味で言うと、この間はちょっとお休みです。要は使う素材が決まらない限りうんり、静音、その磨く作業もできないのでなので。 あの規模にもよりますけど、そのオフラインの期間が例えば1ヶ月なのか、2ヶ月なのかあって、でも、だんだんにこう編集、毎日やってってるので、だんだん完成に近づくじゃないですか。で、一番最後、をオフラインロック、要はオフラインが固まりましたよっていうことになるんですけど、その1個前をまあセミオールっていう言い方をしたり、一番最後はオールラッシュ、もう決まってるものとかっていう言い方をするんですけど、で、 まあセミオールぐらいまで来ると、もうほぼほぼ固まってますよね。編集期間にも、例えばパソコンのちっちゃな画面でずっと編集をしている場合があるとするならば、やっぱり最終的には映画館でかかるから大きなスクリーンじゃないと、やっぱ感覚がわかんないですよね。なので、それはあのプロジェクトによるんですけど、えー、っとそのオフラインの期間中、1ヶ月、2ヶ月の期間中に、何回かはやっぱり1回、 一回そのスクリーンで見ようみたいなことはありますよねそうすると、パソコンで見てると、このカットをすごく尺短くしたけど、なんか大きなスクリーンで見たら、もうちょっとやっぱりっ長くしてても耐えれるなとかっていうことの感覚を、やっぱり途中途中でスクリーンで見て、えっと、反映していかないと、やっぱり最終的に映画館、スクリーンで見るものなので、そういうことを。で 毎日編集をしているときには、やっぱり監督と編集マンに意外と任しているので、プロデューサーはそんなにしょっちゅうそこの場所に行かないんですけれども、そのスクリーンで見るっていうときには、プロデューサーは行って、ちゃんとどっちの方向に進んでいるのかなとかで、で、そのプロデューサーが感じたことを監督にちょっと言ったりしますね。ももししかかかてここのシーン1自体全くいいいいらななんじゃないですかととと大げさに言うとそういうそ 監督に言ったりしますやっぱりすごくまとまってるんだけどちょっとなんだろう,うんとリズムが悪いからちょっとぬるく見えるからもっともっとリズムを良くしてった方がいいんじゃないですかとか何かそういうことをプロデューサーとして監督に言うので僕の場合編集室にあんまり行くと監督と共に毎日見てるんでやっぱこれがいいって思っちゃうんですよね。 なので、ちょっとこう、本当に客観的に見たいので、ちょっとその映画のことを一回忘れて、で、スクリーンで見た時の感じたことをちゃんと言うっていうふうに僕はしてます。で、まあ、セミオールぐらいになりましたの、さとさと、もうもうほぼほぼ固まったという時に、その素材を録音部、静音部さんにお渡しして、音響効果さんにも渡して、音楽の人にも渡して、 で、あとは、まあ、カラーグレーディング、色を決める人にも渡します。あまあ、色の人はちょ,ちょっとだけあったかもしれない。えっ、ー、と、VFX の人に渡しますよね。だから、このオフラインの時には、まだ VFX っていうのが、多分まだ作業してないので、えっ、ー、と、なんかこう、絵コンテがハマっている時もあれば、なんか、うんと、ここ、このシーン、VFX って書いた、ただの文字だけの時もありますよね。とはいえ、その使う尺が決まらないと、その VFX の人も、 静音部の人も全員作業ができないので、えっ、ー、と、まあ、セミオール以降ぐらいから皆さんが使うところが決まったので、作業を始まります。そうすると、VFX のチームは、その VFX が必要なシーンをとにかく作っていく。で、生音部はそこからは、現場で撮ったダイアログ、登録ですよね。ダイアログの D と、えっ、ー、と、音響効果の SE と、音楽は M ですよね。 S D, S, E, M。で、これは三者分かれてはいますけれども、まず、ダイアログ、セリフを磨くっていう作業をします。あの要は、現場で撮って少し雑音もあるかもしれないし、えっ、ー、と、もうちょっと奥から聞かした方がいいかもしれないし、だからカットが、カットバックしてたら、ね、そのカットバックしてるどっちの音を使うのかみたいなこともあるから、その、 絵絵が決ままっっった絵に対ししててのセリフををずっと磨くっていう作業をしますここですごく磨かれてるとあのクオリティの高い映画になるというまずセリフがすごく聞こえやすい、えっと、聞こえやすいというか入り込みやすい見てる方がみたいなことで音響部は SE はそれに対してまあ最近全部が全部できないですけど本当は決まったシーン1から最後のシーン80までを 1>, 1回絹づれとかを取るのもそうだからスクリーンに出しつつあの効果部さん要はフォーリーアーティストっていう人たちですね効果をする人がその現場で着た衣装を着てその、えー、と役者が動きに合わせて音を全部取り直します足跡とかも撮り直しますだからまあ昨今は本当に新1から1080全部までを 本当にフォーリーアーティストが全身をやるっていうのはなかなか難しい、それは、えー、と費用としてね、お金の予算としてなんですけれども、特に、えー、演出として必要なドアの音をガチャって大きく聞かせたいとかっていうのは、そのドアをちゃんと録音をして、音響効果として当てはめるっていうことをします。なので、ポスプロの期間中っていうのは、実は撮影期間なんかよりも全然長いんですよね。 例えば撮影が1ヶ月ぐらいの規模だったとするならば、多分それのポスプロ期間って大体3ヶ月から4ヶ月やってます。もし撮影が1ヶ月ぐらいのものなんだとするならば、オフラインは大体1ヶ月から1ヶ月半やってます。その1ヶ月半の後とに約3ヶ月はその音の作業なんですね、静音作業で。もちろんその裏で VFX。でも多分1ヶ月ぐらいの撮影のものってそこまで VFX がいっぱいある映画ではないと思うので。 VFX はもしかしたらそんなにそこまで3ヶ月もやってないかもしれませんけれども。っていうのが、えー、と各部署がやっていることですね。で、えー、と例えば、まあ、VFX のシーンも全部、こっからいよいよ、うん、とカラーリスト、えーと、グレーディングっていう作業ですね。要は全体の映画の色、まあえー、とトーンを決めるっていう作業をやるので、 ググレーディング作業が始まりますもうこれも作品の規模によって何日やるかはあの様々ですけどまあ多くはカメラマンさんの指示の下、えー、とグレーダーさんカラリストさんっていう方が作業をするんですけれどもあのもう撮影の前にこういう色のトーンの映画にしようねっていうことは一応決まっているので、えー、とただ各シーンを並べた時に 実は前のシーンがすごくあのデイシーンで明るくて次のシーンがナイターだからそこの何て言うんですか急な差をなくしたりとかっていうことももちろんやりますしあとはもう撮ったものだけれども人物がすごい奥から歩いてくる闇の中をとかの時にもう少しだけあの人物を少し見やすくしてもっともっと逆に周りを暗くしてみようとかっていう作業を あの各シーンごとにしますねなので、えっとまあ、基本的にはカメラマンの指示のとグレーダーさんカラーリストさんがやるんですけれどもやっぱりカラーリストさんもアーティストなのでカラーリストさんからカメラマンに提案することも多いですね実はちょっともっともっとここの黒を締めてみましたなので実は何でかっていうとここのシーンはすごい音の方が重要で。 絵の方は実はあんまり見せたくないと僕は感じたのであの絵をもっともっと暗くして音を集中した方が絶対映画としていいですみたいなこともカラーリストさんから提案することも、えー、あると思います。で、まあえっと、カラーリングも終わりましたと本当に絵はこれで完成しましたという時にさっき言った録音部さんたちはもうその仕込み作業も終えて音楽も。 作曲もして、レコーディングもして、当てはめる音楽も決まりましたってなったら、一番最後にやる作業がダビング作業ですね。完成した絵に対して、えー、と完成している音をミックスしていくって作業ですね。ダビング作業。これはやっぱり最終的には映画館で見るものなので、その大きなスクリーンに映したその絵に対して準備してきた。 あの仕込んできた、磨いてきた音をトラックごとにはめ、えっと、ミックス、合体していくっていう作業をします。映画でいうと、このダビング作業が基本的には一番最後にやる作業ですね。で、ダビングが終わったら、もうこれでいよいよ完成なので、ゼロ号、初号っていうことを持って映画が完成します。なんでゼロ号、初号かっていうと、昔、フィルムだった時代の名残なんですよね。で フィルムって結局、その、現像をしてで、で、ダビング、音の方も、そのフィルム、サウンドトラックっていう、その、高レコ歴とも言うかな。で、その、全部がフィルムだったので、絵と音のフィルムをガッチャンコしたときに、本当にその、問題がないかっていうことを見るのがゼロ号なんで、ね、まあ、一番最初に映写機にかけるっていうことはゼロ号ってかけるんだけど、 そうすると、とやっぱり不具合もちょっとあったりするんでね、あなんか予想してたのと違うぞみたいな。なので、0号の後に、少しそこのテクニカル的微調整をして、次映写するのが初号。なので、この初号を完成にしてたので、その1個前にテクニカルなチェックのために0号っていうのがあったんですけれども、もう今やその。 ことがないので、デジタルにおいて言うと。なので、もう今やゼロ号っていう人はいないかもしれないですね。もう、要は一番最初に完成したものを見ることを初号って言いますね。で、この初号は、本当にやっぱり関係者というか、その作った人たちで確認をする日ですね。お祝いをする日じゃなくて、まあ、祝い気分なんですけど、もう完成したんで。まあ、出演した役者さんと、それを作った現場のスタッフ全員で見る日。 要はそれはなんかね、お祝いのために見る日じゃなくて、問題ないから確認をするために見る日ですね。初号で何か手違いが見つかった時に、遡って直すことももちろんあります。でもそれがないように何度もいろんなタイミングでチェックはするんですけどね。例えばじゃあエンドロール、一人漢字間違いさ、みたいなこともあったりするので、そしたら遡、それを直すっていうことはありますけど、基本的には初号の時には、 そういう過ちがないっていうことを前提に、そこまでに全ての確認作業は全部終えている状態でやるのを、まあ、処方と言います。が仕上げポスプロですね。質問ありますなので、プロデューサーはここでやっと一回ほっとします。事故もなく終わりましたって思います。はい、次。こっから先は、うん、ともしかすると、 制作プロダクションプロデューサーで言うと、少しだけ、えー、と手を離れるかもしれません。さっき言った配給会社のプロ、配給会社側にプロデューサーさんがいらっしゃるんだとするならば、その配給会社のプロデューサーが今度は割とイニシアチブを取ることが多くなります。ただ、一緒に作っているので、企画も一緒にしたので、じゃあどういう映画さんに持っていこうかとか、じゃあ何月何日だと、 この映画の公開日としてふさわしいだろうかとかっていうことをいろいろやるんですけれども、配給部っていう部署の方たちが劇場のブッキングをしますよね。で、さっき言った、一番最初に言った種類で言うと、宣伝プロデューサーっていう方たちは宣伝のプランを立てますよね。あ,のあんまりずっと前もって宣伝ばっかりしちゃうと、みんな情報があの新鮮じゃなくなって飽きちゃうので。 じゃあいつから宣伝始めるのが観客にとって響くのかとかでも今度あんまり宣伝期間が短すぎると周知が追いつかないんじゃないかとかあとはこの映画は、えー、っと例えば犬が出てるから犬を扱ってる雑誌にこの映画の宣伝を出すと響く人いるんじゃないかとか何かそういうこの映画をどうやったら宣伝として効果が上がるのかってことを日夜考えて ブッキングの方たちはブッキングの方たちは劇場をずっと口説くのでいやすごい映画ができてちょっと一回見てくださいと試写を見てくださいっつって試写を見ていただいてぜひあなたの劇場で公開していただけませんかっていうことをずっとやるっていう作業ですね。でまあ、わざと公開の後に二じりをって書きましたけどもちろん映画は昨今は特に劇場公開以外にもいっぱい、えー、と見る場所があるので 配信会社に売るっていう作業だったり、さっき言ったペイチャンネルに売るとか、ワウワウさんで放送してもらうためにワウワウさんを口説くとかっていうことを二次利用って言います。あとは、ここには書きませんでしたけど、海外にもね、もちろん売,ら売るので、海外のセールスカンパニーとかに、えー、ぜひ、この日本の映画をあなたの国でかけてくださいみたいなことを、各国のセールスカンパニーに、えー、交渉するっていう作業がここであります。 はい、ちょっとここさらっと行きましたけど、ここ質問あります海外のセールスカンパニーに交渉するのは、配給部の人じゃなくて、プロデューサーえーっと、まあ、配給会社のプロデューサーがやるっていうことが基本だと思います。その配給会社に、まあ、往々にして、国際部っていうのが大体あるので、この配給会社にいる国際部の方が、 えと各国のセールスカンパニーにオファーをするっていうことが基本だと思います。あとは、えー、とその作品が映画祭に出ているものだとするならば、その映画祭っていうことが、まあ、マーケット、市場なので、その映画祭で各国のセールスカンパニーの方たちに見ていただいて、あぜひぜひうちでやらせてくださいみたいなことをするので、実は映画祭っていうのは、 各国に売るたためめののののマーケットのためのものなんですよねなので映画祭を開催しているマーケットって言われる場所に自分たちの会社のブースを設けてブースってうのはもう座席を設けてだから日夜その,あのいろんな国のセールスカンパニーがそこに来ていやさあの上映見たけどすごいいい映画だったからぜひうちで買わしてくれないかみたいな。あでも あなたの国、ちょっと他のセールスカンパニーも言ってきてくれてるので、まあ、ちょっとそれ条件がいい方でやらせてもらいたいですかねみたいな交渉をするのが、そこのブースで行われてることですね。まあ、ここまで結構足早なんで、あれですけども。んで、まあ、あのこれで、えっと、いわゆる映画を企画して、映画を公開するまでっていうことのプロデューサーがまあ大体何をやっているかっていうことの説明が終わりますと。 まあちょっとこの後、まあと2つプロデューサーになるまでのステップっていうのと、まあ、映画プロデューサーに必要な能力とか必要なマインドみたいなことをちょっと話そうかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと何度も言うけど仕事の内容は、うん、大きくしゃべったのでそれだけじゃないことも多くありましてなんでかっていうとこれ、まあ、別に映画だけじゃなくて仕事って で方法は一個じゃないので、やっぱりその人なりの方法論なので、まあ、要はマニュアルがないっていうことが <laughs>、あの、すべてなんでね、これは映画にか、映画だけじゃなく、多分仕事ってそういうもんだと思うんですけれども、で、特に僕、先輩に言われた言葉で、映画の方で言われた言葉で、今もすごく重要に思っている言葉があって、あの、この映画。 今、我々が作ろうとしているこの映画を、は、誰にも作られたことがないから、監督にしろ、ベテランカメラマンにしろ、全員初体験なんだと。なので、それを作るためのマニュアルなんてあるわけがないと。なので、みんな参加した全員が、全スタッフ、全キャストが、初めて作るものなんだよっていうのを、 あの一番最初の頃に言われてあのすごくそれを今もあの肝に銘じてるんですね。なのでこの映画をどうやって作るかを全員と考えながら作っていくっていうことが多分正解なんですよ。なので一番の、うん、と物差しというかあのいつも常に思っているなきゃいけないことは。 この映画にとってどういうやり方がいいか、この映画にとって何がふさわしいかっていうことを常に考えるっていうことが、これはプロデューサーってだけじゃなくて、あの映画を作るっていうことの全員がそう思ってると、あのすごく、えー、いい道しるべなんじゃないかなと思います。このプロデューサーになるまでのステップっていうことが難しいですよね。あの 例えば、うんと、今後卒業をして、プロデューサーになりたいっていう時に、まず大きく二つ分かれますよね。配給会社に入社して、配給会社の中でプロデューサーになるのか、は、ま、たまた、フリーランスの制作部から始めて、もうほんと僕みたいに、えっと、現場の クロートになっていく、ラインプロデューサーまでなってて、映画作ることはもう全部できます。で、そこからお金集めをするようになって、プロデューサー、企画もできるプロデューサーになるっていう道っていうのと、まあ,あともう一個はその2個目とちょっと一緒になっちゃうけど、まあ、映画の制作プロダクションに入社してプロデューサーになるのかっていう、まあ、大きく言うとこの3つ、まあ、3つというか2つなのかもしれませんよね。で これ、どっちもプロデューサーだと思うんです。まず、配給会社に入社して、その配給会社の中で、例えば、じゃあ原作をすごくもう、毎年何百冊も原作読んでて、この原作が絶対映画化した方がいいと。でしかも、この映画は、誰々の監督にやってもらうと、多分相当いい映画になるって思ったとするじゃないですか。そしたら、その会社の中で、企画の提案をして、 で、その配給会社としてこれはぜひやろうってなって、じゃあその配給会社がお金も出すっていうことまでやったら、それはもちろんプロデューサーですよね。でも、その方はもしかしたら作るっていうこと、制作プロダクションの方は全くもって経験もなければ知識もないから、信頼を受ける制作プロダクションに作ることはやってもらうっていうこともプロデューサー。僕みたいに制作プロダクションとかフリーランスの制作。 として監督と一緒にこう監督0本プロデューサーと3人でこう作ってってこれを映画化したいんだなので僕はお金集めに走るねとかあの配給ゴールする場所出口の場所を決めてくるねみたいなことをするっていうこともプロデューサーなのでどっちのプロデューサーに自分がなりたい,たなりたいのかっていうことを考えるのが。 あのまあ多分一番近道なんだと思うんですけどまあどれもやっていいと思うんですよね。えっとこれももう一個とある方から言われてすごく指針にしているのが、あのー、現場の方のプロデューサーの話であの僕がまだ制作進歩制作部の一番あの下だった頃に。 ロスト・イン・トランスレーションという映画をやったときに、そのロスト・イン・トランスレーションという映画の LINE プロデューサーがアメリカ人の方なんですけれども、ちょっとこう、いろいろ話していたときに、僕はその LINE プロデューサーになるまでに、各部署を経験したと。装飾部、全部見習いとか、あのなんかこう、3ヶ月とか、そういうノリなんだけど、突起部もやったし、照明部もやったし、衣装部もやったし、メイク部もやったと。 で、今プロ、LINE プロデューサーになったんだっていう話をしてたで,ですけど、なんでですかみたいな話をしたら、各部署が何にこだわって仕事をしているのかを理解した方が LINE プロデューサーとして絶対いいって言ったんですよね。だから、もちろん素人なんですよ、ね、その人は。その部署において言うとね。装飾部をや、まあ、どの部署もやってみただよね。<laughs> でも、実際にやってみた。 ということで、特起部って何をこだわってやるんだろうとか、どういうことを気にして仕事をしているんだろうということを、か、まあ、垣間見れるということですよね。そうすると、LINE プロデューサーになったときに、この映画の全体のバジェット、LINE 工場を作るときに、各部署のこだわりはわかる、けれども、この映画はこうするんだっていう、各部署のこだわり,こだわりがわかるからこそ、 そこに対して、ちゃんとエクスキューズも言えるっていうか、多分こだわるだろうなと、各部署としては。なんだけど、この映画は、そのこだわりよりは、こっちの部署のこだわりの方に力を入れたいんだみたいなことを、やっぱバランスを作れるためには、やっぱり各部署の苦悩だったり、こだわりだったりを理解している方の人の言葉の方が響くよね、<laughs> 各部署に。っていうのを、その時の LINE プロデューサーが言ってくれたんですね。 なので僕は全部部署はやってないですけれども、ただまあ、なんかドライバーとかで、装飾部のドライバーに入ったりとか、あのなんとなくはやったり、あとは製作部として、結構現場で各部署にとすごい仲良くなったりしました。その部署を実際にやることはなかったけど、とにかく仲良くなることで、あそういうこと考えてんだ、さっきみたいに、あ動線って装飾部考えてんだ、へえーみたいなのを、やっぱり。 各部署と仲良くなることで理解をするっていうことを僕は頑張ってやってきました。ロスト・イン・トランスレーションのラインプロデューサーは今、スター・ウォーズのメインプロデューサーです。正しいんですよね、それって。<laughs> なので、その現場からもしプロデューサーになろうということを選んだ人は、本当に各作品で 少なくとも1人めちゃくちゃ仲のいいやつを作るっていうことをした方がいいと思います。それは同じぐらいな経験値の人でいいんですよ。あのそのカメラマンと仲良くなるとかじゃなくて自分が1年目なんだするならばじゃ録音部に入ってきた1年目の子とめちゃくちゃ仲良くなるとか <laughs> そうすると20年後に同じぐらい自分もプロデューサーになって,てその人も録音部のトップになったりとかしてるから。 とにかく、助手時代に、各部署の超仲のいいやつを作るっていうことを、僕は結構心がけてました。作品中だけじゃなくても、そのクランクアップした後にも、お食事行ったりとか、最近何やってんのみたいなことをやったりとか。なので、それこそ、ロストイントランスレーションの時に、同じくみんな助手だった方たちは、今、本当に日本映画界で大活躍をしているので、 いつか一緒に仕事しようねっていうので、今こう一緒に企画立てたりとかしてますね。なので、まあ、プロデューサーになるまでのステップっていうことと、あの、それがイコールになるか分かりませんけど、なんか、プロデューサーになるまで僕がや、心がけてたことで言うと、そういう感じですかね。で、これつ、続いちゃうけど、今もうほとんど言ってること結構近一緒なんだけど、 だからプロデューサーに必要な能力とかマインドって何っていうと、席がいて助かったよって言われることが一番の喜びですよね。<laughs> あのあのそれは監督に言われることが一番の誉れですし、えーっと、主演の方に言われたら嬉しいしで、それをただただ現場の撮影期間中っていうことじゃなくて、ちゃんと劇場にお客さんが届けた後にも、やっぱり、あのー、 関と一緒に映画作ってよかったっててかた言われたらもう、もう、それでな泣くよね。<laughs> なので、なんかね、必要な能力っていう意味で言うと、頼られることが嬉しいっていうことのマインドですかね。なので、各部署、みんな、その部署、カメラマナタカメラ、撮影をすることに集中をしているので。 制作部っていうこととか、プロデューサーっていうのはやっぱりこう、俯瞰で見てて、全てがうまくいってるかどうかをコントロールする部署なので、あのー、制作部って何をする部署ですかって聞かれた時に答える言葉は、あの、環境を整える人ですって僕ずっと言ってるんですね。で、制作部だったら多分現場の環境を整えますよね。カメラマン、 が撮影しやすい環境を整えるだから、えー、と撮影現場に一番近いところに車を止めれるようにしておくっていうことは制作部の仕事、うん、かえっ、ー、とよく最初の頃に勘違いしがちなのが役者さんに椅子を出したり役者さんにこうお水を出したりとかっていうのをなんかこう役者さんに媚びを売っているってちょっと勘違いする時あるんですよね。でもこれ違って 本番の時に最大限の力を発揮してくださいよなんですよ。なので本番以外はそれを温存するために座っとけよとか喉を潤わ,わしとけよなんですよ。なのでそのそれってだから撮影本番の時に各部署が最高のパフォーマンスをするための環境を整えるっていうのが制作部の仕事なんですよね。 なので、寒いんだったら、あったかいもの食べさせた方がいいですよねとか、あの、だから、もうもちろん、そのみんなを気遣ってっていうことではあるんですけれども、なんで気遣うかっていうと、その映画をにふさわしいパフォーマンスをしてもらうためですよね。っていうのが制作部なんですけど、で、その制作部がやってくれていることもさらに俯瞰で、プロデューサーっていうのは、 スタッフ各個人、えー、とキャスト各個人、映画に関わるいろんな方たちのそれこそ全部の環境を整える。だからこの映画はどこで配給した方がいいよねとか、どこの劇場にかけた方がいいよねとか、じゃあ、やっぱさ一番最初に言ったようにお金を出す人の発言権は大きいので、誰に,誰にお金を 出させてしまうと、その人の発言権が多いの、大きくなるのは、この映画にとっては良くないかもしれないから、同じ1億円だけどもあの、本当はその、なんだろうな、その1億円が欲しいけれども、この映画にとってふさわしい1億円なのかとかを考えることで、映画自体の環境を整えるみたいなことが、僕はなんかこう、必要なプロデューサーの能力だとは思うんですよね。 なのふ、まあ、普段心がけてることは全然ないんですけどあのただ知り合いは大きゃ多いだけあのなんだろう協力してもらえるのであの不必要な人は誰もいないんですよね。なのでとにかく、まあ、制作部自体は現場のさっき言った各スタッフと仲良くなるとか各役者さんも同じですよ。 役者さんとも仲良くなるとその後その人もなんかちょっとこう名前があるようになったら一緒に仕事もするようになりますしあと役者がどういうことをこだわって演技してるのかとかもよくわかるのであの別に役者さんがべ別じゃなくて、まあ、やっぱり役者さんも俳優部という部署なので全部署と仲良くなる仲良くなるというか、まあ、親しいやつを見つけるっていうことを現場でやりつつ プロデューサーっていうことを徐々に知らしたら、今度は現場だけに関わる人じゃなくて、劇場の支配人さんと仲良くなるとか、じゃあ今度は宣伝をしなきゃいけないから、要は媒体って言われるところですよね。テレビとか雑誌とか新聞とか、その広告を出す場所の方たちとも親しくなった方がいいですよね。なので、あのどん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 とにかく知り合いを作っていくっていう作業を、 まあ、最近は心がけてやってますかね。はい。そんなとこでしょうかじゃあ,あのも、巻き戻しての質問でもいいですしいろいろともしあれば。あちなみにじゃ逆質問ね。映画って何ですか何をもって映画としてますそれとか映画ってこういう問題なんて映画に求めるもこととかって何かあります私が <laughs> まあ、それこそ銭湯さんの授業で聞いてはじ、うん、あその通りだって思ったのは <laughs>、まあ、社会を映す鏡という言葉 <laughs> そうね社会を映す鏡ね <laughs> じゃあ社会、えっと意地悪な質問をすると社会を映す鏡っていうのはドラマではできないのかな本、うんと、うんうん テレビでその,その場を共有してない状態で見るというよりは映画館であちょっと最近は配信とかが多くて変わってきてるかもしれないですけど映画館でもうそれしか見るものがない環境でなんか没入日本語が合ってるかわかんないですけど没入してるような感じで。 レールっていうのが個人的には一番いいって思うところうん、うん、だから、まあ、ドラマとちょっと違うなっていうのは、まあ、プラス違うところで言うとお金取る取らないも出てくるからそのちゃんと見たものに対してお金を払ってっていう違いが、うんうんそうね、違いを上げ出すと違いって いいっぱい出てくるよね違い,違いを何だろうな何て言うかその責任がドラマが軽いとか言,言うわけじゃないですけど重くあるからこそ映画にまあその水谷の言葉を借りるなら映画の方が社会を映されているうん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 ううんうん いや、多分ね、これ本当に一言でも表せないし、答えなんかないんだと思うんですよ。映画とはって言われても。人それぞれだから <laughs>。ね、あの、なんだろうな。社会を映してない映画も多分ある <laughs> と思うので、あの、これはあの、わざと意地悪な質問を今しただけなんだけど、なんか、結構ずっと僕は答えも出せなくて、ずっといつも映画ってなんだろうなと思ってるんだけど、まあ少なくとも僕は、 映画ってなんだろうずっと考えておこうかなとは思う。とか、さっき言ったように、この映画に対して何が必要なんだろうかとか、その、まあ、ずっと考えておくっていう作業が、多分一番プロデューサーがやってることなんだよね。あれ、合ってんだっけ、これとか、あれ、そもそも何だったっけ、この映画何で作ろうと思ったんだっけとかっていうのを <laughs>、ずっとぐる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 してるのよ。 そう、社会を映す鏡って言われたら、まあ確かに確かにと思うけれども、それだけじゃないよなとか、だからその、なんか思考をやめないことみたいなことが多分プロデューサーに必要なのかなって思ったりしてて、ずっとなんかこう、あっずっと思ってる。とはいえ、人には、いやーわかんないんだよねっていうと不安にさせるからで、プロデューサーって一番不安にさせ,させちゃダメだ 場所なので監督とプロデューサーサはねなので人にはこうしましょうって断言的に言うよ。だけども自分の思考というとあれってずっと思ってる。で僕は映画って何だろうで言うとまあんだろうじゃないな僕が映画を見るときにこういう映画を見たいなと思っているもので言うとまあその価値の転倒をしてほしいって思うっていうか。 今までこう思ってたのに、こう考えてたりとか、こう思ってたのに、そうじゃなかったとか、あ、なるほど、そういうことかとか、なので、自分が経験してないこととか、することができないことを、えっ、ー、と、映画を通じて想像させてもらえると、あこの映画見てよかったと思う。だからなんかその、 自分の想像の範疇のものを見ると、うーん、つまらんなって思ったりはする。<laughs> なんかどっかで見たな、みたいなことになるから。あの、だから、ね、新しいことをやるとか変なことをやるとかっていう意味じゃないんだよ。なんか、あの、本当に日常を描いているものの方が好きだったりするけれども、でも、その主人公を、なんかこう、 主人公に共感ななんんかでできないと思うんです映画,の映画の主人公にあって共感できないけれどもその主人公の生き様をまを、あ、2時間ぐらいの映画で生き様というかその考え方とかっていうことを2時間ぐらいの映画で一応こう映し出されたものとして見て感じた時にうんとその主人公を理解したいなとかっていう風に思いたいなとは思うんですよね。 なるほど、そういうことかとかあの、それをやっぱり監督という映画作家の目線で切り取られたものをやっぱりなんかちょっと好んでみたいなって思いますよね、僕は。何か打ち上げとかする <laughs> <laughs> 他なんか他の方とかでももしなんか質問があれば一回これあれすればいいな画面の共有だけちょっと一回やめてはいっいっぱいいっぱいいるすごいね <laughs> いつの間にか <laughs> まあまあちょっと本当足早に話したのでもっともっと具体的なところテーマごとの具体を聞きたいみたいな多分あると思うんだけど、うん、まあこの座学だけでちょっと 話せないあの説明しづらいところもあるので、まの、あ、おがどういうプロデューサーになりたいかなとか、もしくは別にプロデューサーじゃなくて監督になりたいかなっていう方だとしても、まあ、プロデューサーというなんか生き物が、まあ、うそういう思考回路なんだとか、どういうことやってんだは誰しもが理解した方がいいと思うので、映画に携わる人は。であとはまあ本当に 自分がどういう道にするのかみたいなことだとは思うので、で、道に行った後に、一個一個の具体は、まあ実体験をするのがまあ一番本当にいいとは思うので、まあ、なんか座学でも教えれる、なんか伝えれることがあればもちろん伝えますけども、そうですね。まあ今日はそんなとこかな。あ質問いいですか、はいや。いいよ全然具体的な話じゃないんですけど、うん、あの、映画を安く 作ることについてどう思ってるのか聞きたくて。おなるほど。安く作っ、まあビジネス的に言えば、安く作って、大反響して、利益いっぱい取ってっていうのは、まあビジネス的に言えばすごいいいことですけど、<laughs> でも、まあ業界的には安くこれぐらいいいのできちゃいましたってなったら、周り苦しめるし、その後の自分たちも苦しめることないし、 特に今、の日本でなんかそういうことをやることについてどうなのかなと思って。はい、めちゃくちゃいい質問投げるな。ああ<ー>、うん、っていうか、今もって毎日悩んでいますよね、僕も。あのうん、で、僕がどう思ってるかで言うと、まあ、繰り返すけど、その映画にとってふさわしいことは何なのかをやっぱ考えるべきだなと思ってるんです。だから、 比較したときに、この映画はいくらで作るべきだっていうことも、プロデューサーが考えればいいと思うんですよね。で、そのときに、えっと、例えばこの映画は、まあ、安く作った方がいいとは思わないんですけど、そんなに、その、変にお金をいっぱいかけなくって、うん、もうちょっと逆に、なんだったらカメラマンとかスタッフも、もしかしたらいらなくて、 監督だけがもうカメラを追って、一年ぐらいかけて撮った方がこの映画はいいよねっていう場合においてはもしかしたらお金を変にかけなくてもいいですよね。なので、うん、その、安く作ろうとするっていうのが第一義の目的になると多分意味がやっぱり狂ってくるんだと思うんですよね。とか、いくらしかないから、あの、この、この、いくら、 100万円で作ってよっていうのだと多分、えっ、ー、と、やっぱりずれてきちゃう。問題が生じてきてしまうけれども、この企画ゼロ地点で生んだ映画が、いくらで作るべき映画なのかっていうこともちょっとプロデューサーが考えて、故に、まあ、割と安く作った場合に、特に今、弊社がやっているのは、うーんと、 カンあのニューカウンターフィルムズというレーベルを立ち上げたんですけれども、その、もともといくらで作ろうを先にもうみんなに言ってるんですね。で今僕は総事業費2500万で作りましょうっていうことを今言ってレーベル、そのレーベルではそうしてるんです。コギトワークスじゃなくてニューカウンターフィルムズよで、企画が先にあるんじゃなくて、監督に対して2500万が総事業費です。 で、その2500万に最もふさわしい映画を一緒に企画しましょうっていう話にしてるんですよ。で、その代わりやっぱり、えー、っと、だから2500万に合わない企画を出されても、多分これちょっと規模として合わないですよって僕言うんですけれども。で、その時に今ニューカウンターフィルムでやってるのは、にじゃえー、っと、劇場公開して2500万円までその回収。 工業成績が2500万っていうか、まあ、工業っていうか、えーと、いいのか、工業とか二次利用とか合わせてあの使った2500万円が回収できた後の利益は、その一緒に作ったクリエイターたちと分配するっていうふうにしてるんですね。成功報酬っていうんですけど。なので、うん、儲かったら山分けしようぜっていうシステムにしてるんです。でもしそれなんだとするならば、 ま、低予算で作ったものに対して、なんか、低予算で作らされて、何の利益も、その、クリエイターたちに戻ってこないっていうことが解消されますよね。っていうのを、今、やり始めました、弊社では。で、なので、えっと、安く作って、 で安く作れることのクリエイターたちのやる気の搾取はやっぱり断固やりたくはないですね。だけれどもじゃあそれが全然2500万で作って結局2500万回収できなかったらそれはもしかすると皆さんにある種う、まあ、嘘はついてないですけども申し訳なプロデューサーとしての責任として皆さんにえっと 還元できてないので、あの、すごくプロデューサーとしての責任として申し訳なくは思いますよね。でも、まあ、作り手であり、その作品に対しての投資家でもあるっていうことを、その監督とかメインスタッフとやっていきたいなとは思ってるんでしょうね。なんか、それをやる、やり出すと、もしかすると、 スタッフの中には、撮影終わったらやっぱり自分のものじゃないって思ってしまう人も中にはいるので、ただ、自分が出資してたら、やっぱりちょっと気になりますよね。だから、その映画が配給されたり、他の国で見られたりっていうことをすることも、やっぱり自分の作品として気になっていくっていうことのきっかけにもなるかなと思って、今、そういうことはやり始めましたね。 そうですね。でも難しい問題です。あの、どっちがいいとも言わないですけど、でも安く作ったんだったらそれに苦労した人が還元されないのは嫌だなとは思います。はい。ありがとうございます。難しいけどね。<laughs> なんかさ、映画は商業じゃないだから、やっぱり多くの人に見てもらいたいし、いわゆる お金として、商業としても成功はしたいじゃないもちろんね、失敗したいなんて思わないよね、誰も。で、おい、せっかく作ったんだから本当に多くの人に見てもらいたいと思うけれども、でも、難しいのはさ、じゃより多くの人が見るために作り出すと、もしかすると、本当に自分が作りたいものともかけ離れる時もあるじゃない要は、みんなが見たいっていうことを意見を聞いて <laughs>、 いわゆるマーケティング的に作り出した、それはさ、さっき言ったように価値の転倒を多分起こさない映画だよね、きっと。目的の一番最初が、儲かりたいから作るのか、そうじゃなくて、この映画、まあなんだろうな、自分で見たいと思うから作るのかとか、なんかそこって多分ずっとつきまとう問題点なんだよね。 でのさ尖りすぎたものを作って誰も見ないだったら逆に悲しいしねっていうのはもう毎日悩んでますありがとうございますはいどうぞうん,なんか撮影のことが絡むとっていうか撮影になると自分は0100になるってかもう撮影に集中ってなって休むとかその余裕を作ることができなくなるんですけど でもそのなんか作品を作る上において余裕が余裕があるっていうのはすごいでかいと思うというかなんか撮影のことばっかりやってると他のことは考えれなくなってなんか貧し,、うん、<laughs> 貧しくなってる気がするんですけどなんかそのあんというか,なんか関さんは映画をやりながらそれでも映画制作に100%になるんじゃなくて うん、いい余裕を持つというか、うん、そういうことができてるのかなっていうのとそのアンバイがどんなもんなのかっていうのいやーこれはね年齢も年齢なのでサボることも上手にはなってきたんですけどまあなんていうんですかね、えっと、映画を仕事として捉えてないところは <laughs> あの、まあ、よくもないとこだと思うんですけど あの、やっぱり好きだから、この仕事を始めてしまっているので、だから僕、制作部時代も、あの、一緒に今会社作ってる稲垣清隆脚本家に、制作部始めて1年ぐらいかな、あの、これ転職だわって言ったの。<laughs> なので、ね、あの、まあ、好きなんだよね。で、 映画が好きなのか、映画という仕事が好きなのかはちょっと難しいけれども、やっぱり好きなんだと思うんです。で、好きなことなので、かなり100%しちゃいますよね。でなん、別に他のことを欲してないですよね。映画がやりたいって思ってるから。<laughs> なので、映画以外のことをやろうみたいなことは、特に若い時には別に思ってなくて、映画が楽しかったからね。 で、映画の現場でいろんな人に知り合うことを、例えばじゃあ地方ロケ行って、長崎という街に詳しくなることを、で、また長崎の方たちと仲良くなって、長崎のいろんな歴史を知ることとか、だから映画をやると、その作品の内容以外にも、いろんなことをけ人生経験もさせてもらえるから、それ楽しくてしょうがないんだよね。なので、あのー、 そうね、だから、あ映画ていうか仕事がしんどいからなみたいなことで他のことをやりたいなみたいなことはあのいわゆる文句としては言うかもしれないよ。<laughs> あ疲れたとかっていうのは <laughs> 言うしあのもう疲れたから飲み行こうみたいなことはもちろん若い時もずっとあったけどでも実は本質的に結局好きだからやってるっていうのが強くてサボりサボりたいっていうかその人生豊かにしたいなとは思ってないよね。 その好きなことをやってることが人生豊かだなと思ってるから、ただ、えっと、もちろん、えっと、映画っていうか、まあ、仕事以外にも、じゃあ家庭を持つとか、あ,のあとはまあ会社の経営ってことは、また映画のプロデューサーとちょっと違うので、じゃあ、こう、コイドワークスという会社がどうなっていった方がいいかなとか、じゃあ、今所属している社員の方たちが、 それこそ幸せな人生を送ってるかなみたいなことはやっぱ考えるから、その時に、例えば僕ばっかりがもう仕事ばっかり大好きで、あの、社員たちが家族で過ごすことよりも、いやいや、仕事の方が楽しいから仕事やんなよっていうのは多分違うじゃないなので、えっと、意識的に率先して、仕事以外のことも充実させた方がいいなって、ここを、 5、6年で思うようになったかな。なので、土日はなるべく仕事しないっていうふうに決めているときには、電話が鳴っても電話取らないようにしたりとか、で、まあ、会社っていう意味での会社のトップがそういうことをしていかないと、なんだかみんなずっと仕事してっちゃうから、映画の仕事って、釘で目がないからどこまでが仕事なのか。映画館に映画見に行くのも仕事っちゃ仕事なんですよ。映画やってるから。なんだけど、 でもそれほぼ趣味だよねとか、漫画を読むことも仕事にあったりするから、いわゆるこう、生活してること全部が映画に実はつながっちゃ映画という仕事につながっちゃうから、その、けじめがつきづらいので、逆にもう土日は一切仕事しないとかっていうふうに決めたら、割とその時には電話取らなかったり、パソコンも開かなかったりっていうのを意識的にするようになったりはしたから。で家族と 過ごすみたいなことに、うんと、絶対時間を使うっていうふうに心がけるようにはしてるけど、でもやっぱり、あ、この電話は重要だと思ったら電話出たりはするし、どうしても対応しなきゃいけないことがあったらすら、パソコン開くんだけど、まあ、意識としてそういうふうに、やっとかな、だからもう、45歳過ぎてぐらいからそういうことを少しずつ意識的にするようになったけど、それまでは100%だったよ。<laughs> であの撮影終わったらぶっ倒れてましたよ。ね、なんかね難しいよね、あのー。そう、あんまり、まあ、プロデューサーだとするならばプロデューサーがあんまり成婚尽きてるぐらいやってると他の方たちが圧迫されるので緊張するのであのプロデューサーって名乗るようになってからはちょっと。 チャランポランに見せるようにはしてます。はい。はい。ありがとうございます。はい。とありますか大丈夫かなはい。じゃあ、今日は以上にしましょうか。すごい。2時間半ぴったりだね。すごいね。はい。じゃあ、ま、ああの、 あの水谷さんから僕の連絡先、皆さん聞いて全然構わないので、個人個人で LINE くれてもいいですし、あのー、なんか僕が伝えれることがあれば、いつでも連絡くれればいいので、えー、今日はありがとうございましたとさ。ありがとうござい,いたます。これはあの、会社の YouTube に後日載せるので、2時間丸々載せるか、くりって載せるかちょっと考えますけども、あのー、そうすると、皆さんがまたね、 あの今日来れなかった人たちも見てもらえるようにしますので、はい。あのまあ、見返すことはないと思いますけど、新たな方が見てくれればなと思いますので。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあ。